あ、どうも皆さん、こんばんは。でも近所の子供と遊んであげる、そんな VTuber のクゼアイガです。これ自分に聞こえてくる BGM がないとほんま地獄やなって思うんですけど、今日はとずまじ企画をやります。なんと今回の企画、30人も応募してくださいました。そんなね、30人も応募してくださった企画、何やるのか、まあ背景見たらわかると思うんですけど、俺が赤ちゃんになっちゃったから、突者の人に泣き止ましてもらいましょう。とずまち30人も集まると思ってませんでした。今回の内容はね、皆さん、コンクゼ、大輝もありがとうございます。大輝もありがとうございます。ありがとうございます、ね。今回の内容は、今言った通り、俺がなぜか赤ちゃんになってしまったので、俺がね、急に赤ちゃんになって、わ、びっくりしちゃった。やっぱ赤ちゃんなのでびっくりしちゃったらやっぱ泣いちゃうわけなんよね。まあ、泣いちゃうので、まあ、こんなんじゃね、配信がやっていけない。わ、どうしよう。わ、どうしよう、どうしよう。と思ったので、今回は、当事者の皆さんに来てもらって、俺が泣いてる俺をあやしてもらったり、あやしてもらうというか、俺の泣き声を止めてもらうように言ってます。泣き声を止めてもらうように言ってます。泣き声の止め方はほんまに何でもいいです。正直。ほんまに何でもいいです。まあ、普通にあやすでもよし、精神ダメージ与えて、息のね、精神ダメージ与えて素を出させるのもあり、息のね止めるのもあり、もう何でもありなんでね、これもありか。こんなんもありなんか。っていうのがね、あると思います。今回のとつまちはやっぱ結構ね、他の人に任せてしまうところあるんですけど、今回、やっぱ、こんな赤ちゃんとつましとかいう意味のわからん企画に応募してくれる人たちはやっぱり、大丈夫やなと思ってるんで、皆さん頑張ってください。頑張ってください、もう。メンタルはやめてほしい。やめてほしいね。メンタルはやめてほしいけど、ということでね、トツのね、流れを紹介していきましょう。トツの流れは、まず、時間になったら俺が、呼び出すんで、まず俺がまず泣いてます。まず泣いてます。まず泣いています。呼びます。もう2分そっからスタートします。俺が、相手が入ってきたらもう2分スタートします。2分スタートしたら、アラームをね、セットしますんで、その間に、トツちゃんの人は、泣き止まさせてもらいます、俺を。どうにかして。俺のことを黙らせるっていうのが、仕事ですね。今回、トツの人の。で、ほんで、その2分間で、俺が黙れば、トツちゃんは、泣き止ませ成功で、もうね、自己紹介とかね、宣伝とかしていただいてもらうんですけど、もしその2分間で俺が黙らなかった場合、これは泣き止ませれてないなって俺が思った時は、トッシャの人にも赤ちゃんになってもらいます。イエッ、トッシャの人にも赤ちゃんになってもらいます。赤ちゃんになってもらって、2分間ぐらいね、赤ちゃんになってもらって、宣伝とか自己紹介とかね、してもらいます。で、俺はその間泣いてます。で、時間になったら、俺が巣に戻って、止めますんで、強制退出させますんで、強制退出が、おい、出てけって言うんで、またそっからね、俺は泣きます。そっから俺は泣きます。そろそろね、時間になりますんで、どんなアラームが鳴るかだけ教えておきますね。こんなアラームになります。これが鳴ったら、終わりの時と思ってください。ということでね、やるんか、これ。やるんか。もう一人目は呼ばんねえけん。ということで。やりますか。緊張してきた。緊張してきた。俺が緊張する。PC にバグってるので、もう一人お待ちください。おい、猶予与えんな、俺に。おい、マジで。はい、俺に猶予与えな。その時間が緊張するわ。そう、一番初めの人が PC バグってるので、ちょっと待ってくださいね。待ってください。ちょっと時間が前後するかもしれないですから、休憩時間がありますんで安心してください。
猶予、執行猶予がついた。ちょ、いや緊張してくる、緊張してるんよ俺は。マジで緊張してるわけ。ちょっと赤ちゃん、まあ、とりあえず赤ちゃんやっとくか。まずちょ赤ちゃんやるわ。ちょっと練習しようか。 OK です、練習。俺の赤ちゃんのクオリティが低かったとしても怒らないでください。あ、前田交代しようか。あ、もうあり、もうありですね。もうありです。一旦交代で、一旦交代でしましょうか。じゃあ、よいしょ。はい、じゃあ いきますね。読みますね。ちょっと、あ、ちょっと待って、読む前にアラームつけとかんと。じゃあいきます。あれ、ちょっと読めないんですけど、なんで。あ、これ、あ、分かった分かった、いきます。これはあなたも赤ちゃんです。はいはい。そうだね、ちょっと泣き止まんかった。そうです、残念ながらあなたも赤ちゃんなので、まあ、2分間ね、自己紹介と宣伝を赤ちゃんになってやってもらいます。俺はその間も泣いてるんで、うるさいなと思っても黙らせないでください、うん、よろしくお願いします。じゃあ行きます、2分間スタート。はい、バブ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 この人はバブバブバブノブって人です。はい、バブ。赤ちゃんこれ自己紹介しろよ。え、バブ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 バ
浮きつかさを止めてくださいどういうことどういうこと落ちろってこと気づかったらきついんだよやめろって言ってくださいもうあ、まだねでね、面白い面白い面白いあ、きついんだよやめろすいませんはい、よしということでね、一人目のとしたのぶさんでしたまあ、はい、まあ、ありがとうございました泣き止ませることはできなかったんですけど、うん、こんな感じでやってきますうん、怖すぎ頑張れほのによろしくお願いします事実かな、なるほど OK ですということでね、今のぶだよのぶさんでしたね地獄でしたじゃあ次行きましょうか次行きましょうか待ってくださいねちょっと待ってくださいねこれちょっとうわこれすごいなこれやること多いなじゃあ行きます泣くかなんか玄関開いてるじゃないか。あと何してんの？ああ、じゃあ何さんだ。母さん、昔からずっと変わんないね、あんたね。玄関の鍵閉めなさいって母さんいつも言ってるでしょ？ああ、じゃないのよ、あいが。あんた、42でしょ？玄関の鍵がちゃんと閉めなさいよ、あんた。笑ってんじゃない、今。母さん怒ってんのよ。母さんのパソコンもつかなくなるわよ。あんたの家で来る前にパソコンつけようと思ったら、フリーズしても起動できなくって。あだ、ああじゃないの、ほんとにもう。すごい赤ちゃんの声聞こえるけども。あいがくんじゃん。あいがくん大丈夫じゃないの。でも、あいがくんでももう46でしょ。そうよ、もう。どうす、あだ。普通に喋れないの？アイガ赤ちゃんなっちゃったんだね赤ちゃんですあ、喋れるじゃないの、アンタイガ赤ちゃんにしてからよかったもう嫌なんです別にね、赤ちゃんなるのは別にいいと思うんだけどでもちょっと隣の家まで聞こえてたもんで、うん、すいませんそう、あとでね、ちょっと警察の方もな黒いって言って虐待じゃないかって言ったもんで、うん、気をつけなさいよ、本当にもうねすいません赤ちゃんになってしまう。あんたもやりなさいよ、このごめんなさい。分かればいいの、本当にもう。ごめんなさい。気をつけなさいよ、本当にもう、あんた。はい。ごめんなさい。やった、成功ですか、これは。これは、これ成功です。やったー、おにゃー、おにゃー。俺の精神が削れました。じゃあ、自己紹介と、宣伝とかあれば、どうぞ。はい、歌と笑いで癒しを届けるボイスシンガー未確認動物マピです。野村さん大変ご迷惑おかけしました。ありがとうございます。すいません。いまだにパソコンはぐるぐるしております。これが赤ちゃん帰りの力。これが赤ちゃんか。精神だけでなく PC までも拒む。普段は、歌を歌ったり配信をしたりしております。はあ宣伝は来週の土曜日に、来週次、来週18日に大阪にて大阪 VTuber サーキットフェスという音楽イベントに出演させていただきますのでよろしくお願いしますお願いしますそのイベントの前がこれでよかったんですか？良かったですね、いいです絶対に参加したかった本当はね警察が介入してショットガンで撃つ予定だったんですけどちょっと SE が用意できなくなったので引き続き頑張ってください あ, ありがとうございました今後ともよろしくお願いしますありがとうございますよろしくお願いしますではお疲れ様ですですはい未確認動物うまびでしたいやありがとうございますありがとうございますちょっと自我を取り戻させていただいてあーこのねこの3分間だけが俺を人間に戻してくれるあまあよかったらね、皆さん、リングコピーとかして、俺のこの配信を広めてください。じゃないと、なんていうの、ただ泣きになるんで、ただ泣きってなんだ。ということでね、じゃあ3人目の方、そろそろ呼んでいきます。じゃあ泣きます。いきます。
しいことあった？うん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 。何かしたかな？大丈夫？うんうんうん。大丈夫よ。ママ来たからね。もう泣かなくていいんだよ。で泣くこともあるんだから、赤ちゃんが泣くのはなんも悪いことじゃないからね。いい子いい子、よしよし、大丈夫だよ、うん、ね、泣いた後はね、同じだけたくさん笑えたらママ嬉しいからね。ママ、うん、なに、ありがとうございます。どういたしまして。あちゃんと俺も言えたね、偉いね。偉い。いい子だね。タイマーがならん。成功です。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな地獄に付き合っていただいて。いやいや、私からしたら天国でした。ありがとうございます。もうこうやって子供の相手とか昔お仕事柄ちょっとしてたので、もうむしろ子供をあやすのは任せてくださいって感じで突に来させていただきました。よかった、ありがとうございます。こちらこそ自己紹介とか宣伝とかあったらどうぞ。菊水民導入在庫とポンコツ魔女のグルーリオカです。今ちょっと軽くお話ししたんですけど、昔こうやって小さい子泣き止ますことをしたりしてたので、こういうね、泣いてる子を泣き止ます企画をやるときはぜひまた呼んでいただければ幸いです。二度とやりたくないこんな企画。それはまたおぎゃってください。私また全力で泣き止ましに来ますから。頑張ります。はい、では、その時は、はい、またその時はお邪魔に来ます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあありがとうございました。失礼します。はい、お母さんじゃん。次回がある、あるわけねえだろ。あるわけねえだろ。お前もどんなどん地獄やで、地獄やからな。ということでね、お母さんでしたね。お母さんでした。いやー、でもね、あの聞く睡眠導入剤っていうのはマジなんで、今俺が泣き止んだんでね、泣き止む時の方が地獄になってくってのはさ、俺計算してなかったな。ちょっと考えてなかった。これ今地獄やなかった？俺が泣き止む途中のあれ地獄やったけどね。俺的にはよいしょ、地獄でしたよ。よいしょ。ということでね、そろそろ、お、なんか、よいしょ、気のせいでした。俺が始めた物語か、これ。あと、よいしょ、最初から地獄のままです。ずっと地獄だ。ちょっと水飲みます。よいしょ。じゃあそろそろ見ますね。3人目の方、え、4人目の方か、よいしょ。泣きます。皆さん、著作権というものを知っているでしょうか。
著作権というものはとても怖く、広告が剥がれたり、チャンネルがバンされたりします。怖いですね。おやめろ、おいおい。さて、ここからが本題です。僕は残り1分で泣き止まなかったら、ここにエレクトリカルなパレードを開催したいと思います。もちろん残り時間ずっと流したいと思います。もちろん原曲です。広告が剥がれ、チャンネルがバンされる。でも僕には痛くない。なんて素晴らしいんでしょうか。皆様、これが著作権レイドです。覚えておきましょう。あと何秒流れるの。1分経ちましたね。それでは流しましょうか。今からおいおい、そんなことお前これ何感じてんだよお前。あ、準備してたのに、せっかく。危ねえ、俺、いやでも俺の鳴き声で、え、俺の鳴き声やりますか。勝負しますか。今からちょっと貯蔵庫十分ですよ。一旦やってみるか。一旦やってます。一旦やったら工具が剥がれてバンされますけど。やだ、こんな企画やってバンされるの嫌だ。こんな企画やってバンされるの嫌なんだけど。別にいいんですよ。禁止カード持ってきやがったこいつ。まあ何やってもいいって書いてるからな。一番最初に思いついたのがね、やっぱりこれをやりたいなっていう。初対面でこれをやりに行くっていう。いや、ちゃんと猶予があるからね。そうっす、ちゃんと猶予があった。でも初手流されとったら俺はこの話も終わっとったな。そこで初手流してたらさすがにペロすぎたんで一旦ね。終わった、無事クリアです。クリアだ。こんな逃げ道があるなんて。いやいやいや、やっぱりね、一番ね最初の方でこれをやっとけばね、後から来てもね大丈夫と。2番戦時だけなりたくなかったっていう。おらんやろ。いやもうね、なんか話し方とかね面白かったから、もう最初で見た時にこの人には著作権エイドしても大丈夫だなって思っちゃって。怖すぎ、マジで怖すぎるわ。まあそういうことだね。無事マジであのボタン一つで流れてた、うん、今。怖すぎ。まあじゃあ無事ねクリアしたんで、自己紹介と宣伝とあればどうぞ。はい、というわけで自己紹介預かりました。というわけで、最近は Twitch で活動してて、 YouTube にもチャンネルがある、フジローガウというものです。で最近は、Twitch で、エターナルリターンっていうゲームをメインで活動してまして、それをまあ大体まあ夜の19時とか2時間ぐらい配信して、土日ランダムで朝昼とかで活動してるって感じですね。そうで、一応 YouTube チャンネルっていうのは前まで YouTube だったんですけど、はいはい、今 Twitch にちょっと移動してまして、うん、YouTube で動画で編集してショート動画流したりとか、普通の動画作ったりとかしてまして。賢いやつ。そうですそうです。で一応11月19日にそのエターナルリターンのストリーマーカップっていう配信者の大会があるので、よければねそのタイミングでフォローと応援しに来てくれたら嬉しいと思います。お願いします。概要欄の方に Twitch の URL もありますんでね、そっからね、フォローとサブスクできればやってもらえればありがたいと思います。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。というわけで初対面ですごい爆弾持ってきたけど。いや、で30人おるからね、もう多種多様なネタがあっていいと思うから。じゃいると思うけど、僕のそのなんだろう、会話で結構脳死で喋ったりして、そういう配信スタイルだったから、すごい赤ちゃんと相性悪かったから、爆弾抱えていくしかないと思って。僕が一番やりになれば、僕が矢を受けるだけで大丈夫だろうと思っちゃってやっちゃった。いや、ブラボーやね。まあ、ということで、またね、赤ちゃん以外の時に来てください。赤ちゃん以外の時によろしくお願いします、また。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。たたたたたた。反則だろ、反則だろ。危ねえ危ねえ。いやちょっとやりたい自分がおった、自分の鳴き声でかき消そうとしとった自分がおった。今危ねえ、危なかった、マジでちょっと危ないな。自分の鳴き声でかき消してやろうかなって思ってしまったもんな。ということでね、5人目の方がいます。次でちょっと休憩なので、鳴きます。ああ
じゃあ、つらい愛がこれ解散取れ解散バカいじゃん。先行 MC かがち、高校クゼ愛が Ring the beat。ひょうやかましい鳴き声沈めるために MC かがち in the building。 赤ちゃんと化したクゼ愛がこれは魂と魂の触れ合いだ。いやうるせえ黙ってくれないか、そんな無様晒してまで売れたいか、くれないが流れる X みたいにお前に罰印をつけたいな。そういや裏でこの前聞いた悲しい話、こいつ趣味でおしゃぶり集めてるらしい。赤ちゃんの真似してエツに入り浸り気味が悪い。企画外でも赤ちゃんごっこ、企画外なバカじゃん、ほんと。一生やってろ、ただのままごと。きっしょ、なかなかのたわごと。見直してみろ、今の自分。恥ずかしくなってきたろ、気分。もう隠せない気分。飲んどけミルク、落ちてるイズム、思い出のチーム。そろそろ聞かせてみろ、今のお前の気分。聞いててやるから、この場で言葉に乗せろ。大人だろ。いや、今は赤ちゃんか。一言くれよ、クゼ愛が。キュ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 ありがとうクゼさん、サンキュー。笑いもラップも大事な緩急、いつもありがとうクゼ愛が溢れ出してくる。クゼ愛がいつでも魅力的なクゼを皆が指名、それを盛り上げる僕の使命。クゼは毎日履いているおしめ、この言葉がこの場の使命。愛ちゃん泣き止んだね、快感だね、大団円ヒュー。泣き止むやろ泣き止むやろこれ。ありがとうございました。ありがとうありがとうありがとうございました。ありがとう。あのちょっとね、どうしても、まあ、この前おしゃべりちょっと集めて、いや集めてねえよそうですねこのような事実は一切ございませんということだけお伝えしておきます。あのこれは嘘です、リアルじゃないですあのおしゃぶりも集めてないし、おしめも別に履いてません、大丈夫です。マチクソ嘘やったねめちゃめちゃ嘘ついて、あのとりあえず悪口で黙らせようと思ってるだけなので、本当はめちゃめちゃいい方です、すごいいい方ですいや僕が適当に悪口言ってるだけですとんでもないです。いやよかったよかった、泣き止んでくれた。いつ入ればいいんやろって思ったいやいや、まあ、あのそれはもうこっちがちゃんと提示するようになってたんで大丈夫です。マジでいつ泣き声でアンサーしようかなって思ったもんな。いやもう全然泣き声いつ入れていただいても大丈夫でしたしもうフリースタイルなんでめっちゃよかった。まあそれいります。まあ無事成功ということでね、自己紹介、ありがとうございます、楽しかった。はい、宣伝とかあればどうぞ。あ、それいりますどうも、地球医師のかがちイオラ、イオラかがち、またの名をサミュエル・ L ・ジャクソンと申します。よろしくお願いいたします。まあ、普段、こんな感じで、配信でも結構、突っ込んに突っ込まれみたいなことをやってたりとかしてまして、恐れ入ります。あの、クゼさんに、ま、まあ、負けてしまいますが、面白い配信できてると思うので、よかったら、お暇な時にでも来ていただければと。あと、つい先日、初めての歌ってみた動画が出ましたので、そちらも、ぜひ見ていただければと。今、披露させていただいたのはラップ曲、ヒプノシスマイクの、ヒプノシスマイクのドツイタル本舗のアー大阪ドリミナイトって曲なので、よかったら聴いていただければと。はい。ありがとうございます。で、あと、クゼさんみたいにまたトツマチ企画を今考えてるので、よかったら。赤ちゃん？赤ちゃん誰がやんねん。やるわけないやろ。地獄すぎるやろ。僕がやったら。クゼさんしかできひんねん、これ。やれよ。一回やったらわかるから。やらねえだろ。なんで誰でもやるみたいな感じになってんだよ。やるわけねえだろ。はぁ、やめちゃかった、はい。以上でございます。いや本当にありがとうございました。これマジでクゼさんのために考えたリリックなんで。いやほんまマジで感動する。送ります。えマジでちょ頼むわ。送りますこれ。感謝。いやありがとうございます。嬉しくて汗出とるもんな、ちょっと。いや僕もめっちゃ緊張して汗出ましたよ。悪口言いすぎて嫌われないかと思いましたもん。本当に不安でしたよ。いや全然ですよ、すごって思いよったマジで。すごいな。嬉しい。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございました。こちらこそ最高の企画です。皆さん、来ていただいた方も高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。クゼさんのね、この配信の高評価とクゼさんのチャンネル登録お願いします。以上です。
かがちよら、よらかがち、またののドウェイン・ジョンソンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この人無限に出てくるらしいからな、またの名は何個あるんか分からんけど、いやめちゃめちゃ良かったね、めちゃめちゃ良かった。あ、何してくるんかなって思ったよね。こいつさ、こいつなんか配信が始まる前に俺が配信チャンネルで、配信のボイスチャットでさ、なんか準備しとるときに入ってきて、なんか急に入ってきてさ、なんか話しかけてきたから、なんか、なんのかなと思ったら、ラップしてきたんやけど、やば。やばいね。まさかまさかすぎるわ。ブラボーやった。普通にすごかった。やば、めちゃすごかった。ジャクソン。まあ、ということでね、ここから5分間の休憩、まあ35分から再開なんですけど、疲れた。もう疲れた。もう疲れたよ。めちゃめちゃ疲れた。ちなみに。これでもかってくらい疲れてるね。こんなので大丈夫ですか、皆さん。こんなので大丈夫ですか、こんな配信が、あと、こんな感じのがあと5回ありますけど、あと5回ありますけど大丈夫ですか。あ、皆さんよかったら高評価とね、チャンネル登録と、あとね、トツヤさんのね、チャンネルも見ていただければ幸いでございます。あと何人ですか、あと、25人です。あと25人。あと25人やね。あと25人ですね。あ、送ってくれた。めっちゃいい。めっちゃいいね。よいしょ。あとで読もう。この、レターを。応援します。感謝。感謝感謝。険しい道のりよ、マジで。険しい道のり。あー、ちょっと、酒飲めばよかった。酒飲めばよかったね。そう、哺乳瓶に酒入れればよかった。あー、まだ5人よ。まだ5人なんやけど。おかしくない？ちなみに鳴き声は今みたいな感じでいいですか？まあダメって言われても変えれないんですけど、ダメって言われても俺鳴き声を変えれん。で、なんかちょいちょい練習したけどね、これが限界だったね。これが限界でした、皆さん。シラフよ。シラフなんよね。鳴き声、あ、でももう恥ずかしくないもん。ずっとさっきまで恥ずかしいと思ったけど、もう恥ずかしくないもん、これ。恥ずかしくない。これね、みんなやった方がいいよ、この配信。VTuber の人とかおったら、VTuber とか配信者の人とかおったら、これやった方がいい。なんていうんや。一皮むけるよ。一皮むけるよ。こんなんでむけたくないよな。もっとリアルを追求してほしい。無理なんやね。リアル、目がやれよ。目がやれよ。今度赤ちゃん鳴き声選手権で、やりますか。ああ、疲れた。あと2分でまた自我を失うんか。これからの VTuber のVTuber 界のスタンダードになります、これが。赤ちゃん配信がまず。一仕事終えた。疲れが見えるため息が赤ちゃんから。しょうがないやろ。しょうがない。もう一仕事終えた後、これ。休憩があることで一仕事みたいな感じだな、マジで。本当に一仕事って感じする。ああ。成人男性赤ちゃんマジ泣き選手権やね。マジ泣き選手権、これ。はあ、またあと1分。あと1分で赤ちゃんになっちゃう。赤ちゃんになっちゃうよ。やだなあ。いや、俺が始めた物語だろ。発言が赤ちゃんになることによって。いやもう、俺が赤ちゃんか。俺が赤ちゃんだった。そっか。俺が赤ちゃんだ。泣き止まされとるな。泣き止まされとるな、さっきから。さっきから泣き止まされとる。赤ちゃん推しさせてよ、俺も。赤ちゃん推しさせたいということで、そろそろね、いい時間になりましたんで、読みますか。よいしょ。ちょっとアラームの準備しよう。アラーム、すぐ電池が切れるの、どうにかしてほしいの、この iPhone の。よいしょ。じゃあ、行きます。泣きます。休憩長くないですか？5分って。
もう見てましたけど、二度とやりたくない、辛い、本当に疲れた、いろいろ言ってましたよね。大丈夫ですか？まだ続けれますか？あと何分、何時間やる予定ですか？2時間半。大変じゃないですか？あと5分だけ休みませんか？まだ休めますよ。いいの？いいですよ。休んで。本当にやりたいことをやった方がいいんじゃないですか？本当に。今もうちょい休めるなら休んでいいですよ。本当に。はい。本当にいいの？大丈夫ですよ。今、全然、その、シーソー傾くけど、はい、シーソー傾く。え、だってせっかく今休んでたんですよね。ちょうど5分、まあ4分だったかな？みたいな感じ。休んでたけど。休み足ります？あと、2時間半。でも泣くのが俺の仕事だから。本当ですか？俺が泣くって、俺が泣くって言ったから。本当にやりたいことですか？人間、自分でやりたくないことも口から出ますよ。本当にやりたかったこと。本当にやりたかったこと。立派な大人になって。はい。立派な大人になって。はい。しっかり働いて。働いて。結婚して。結婚して。子供を作って。うん。孫に囲まれて死にたかった。わかる、わかる、本当にわかるよ。死にたかった。死にたかったよね。死にたかったよね、おかしいや。なんで？でもね、泣く側じゃなくて、泣きやます側になりたいよね、本当は。なりたかったです。うん。俺も、泣きやます側になりたかった。ですよね。じゃあ、もうちょい、あともうちょいだけ休めるよね。僕が喋ってたら。休んでいいんだ！休んでいいよ。成功です！今のうち今のうち。よし！休んでいいんや。休んでいいっすよ。全然、全然素で大丈夫っすよ。よかった。はい。よかった。いやよかった。こういう方向で泣き止ましてくれてよかった、マジで。どうしよう。いや助かった。ということでね、無事泣き止ますこと成功したので、はい、はい、ありがとうございます。自己紹介と宣伝をどうぞ。はい、優しい雨に風の癒し、ハンジハマンキー、ウィジュアル強い強いというふうです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。普段は、YouTube だとやっぱ形に残したい配信とかコラボ配信やって、はいはいはい、普段は Twitch で Apex とかバロとかみんな大好き FPS やってますね。なるほど。そうですね、宣伝の方は、それこそ9時から Apex の大会出るんで、ぜひ、皆さん応援しに来てください。赤ちゃんの気持ちで応援しましょう、皆さん。はい。ぜひ。はい、はい。いやー、すいません、初対面でなんか、分かりきったようなこと言って。いや、その言葉が俺を救ったんよ。今地獄を見とった俺を救ったのは、まあまあまあ、やりたいことと、はい、やりたくないことの区別はちゃんとした方がいいですよ。それはそう。はい、僕も泣きたくなかったんで全力でした。ありがとうございました。はい、なんか何かまた機会ありましたら、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はいはい、じゃあ、あと40分でしたっけ。あ、そうです、次が。じゃあ、あと2分ぐらい休めるんで、ゆっくりしてください。ありがとうございます。じゃあ、失礼します。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。人間になれた、人間になれた、人間になれたよ。ちょっと待って、なんかしんどい。優しすぎる、優しすぎるね、優しすぎる、マジで。いや、やりたいこととね、まあやらなきゃいけないことってのはね、やっぱ違うからね。やりたいこととやりたい、やらなきゃいけないことではないんやけどね。やらなきゃいけなくなったことを、いや、実は俺は本当はこれをやりたかったんじゃないか。俺は実はやりたかったんじゃないか。いや、それはわからない。わかんないんだ。わかんないよ。赤ちゃんだもん。ということでね、あと2分なんですけど、もうすぐね、お時間が来てしまいますので、準備しますか。ちょ、これね、ポストがね、ちょっと、間に合わんのよね。ポストするのが間に合わん。ということでね、疲れた。もう疲れたよ。これやることが多すぎて。死ぬ死ぬ死ぬ。じゃあ、行きます。
ちんよっちんよっちんよっちんどうしたの、もう社会が辛いか、社会辛いか、そうだよね、ほらいないいないばいないいないばダメか、ま、ちょっとねこのくらいじゃねえ社会の辛さはね癒せないよね。でもね大丈夫だよ愛賀くん、今日はね君にとっておきのプレゼントを持ってきたんだよ、ほら捕まえてきたんだ、八田余一だよ、あかんねえよ賞金800万円の全国指名手配犯八田余一を捕まえてきたよ、みんながツイッターのみんなが探してる八田余一だよ、え八田余一捕まえてきたよ、800万だよ、え、くれるんですか、もちろんあげよう、えみんながみんな探してるんだこいつを、八田余一何八田余一、え、くれるんですか800万、あげよう八田余一を、全然いただきますけど、あ、じゃあ、あ、800万だけでいいです、いや、八田余一ごと800万でいいです、いやいや、八田余一ごと、いやいや、ちょっと赤ちゃんのもとにいや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 、赤ちゃんのもとに締めて、はいはい、僕のちょっと良くないなって思う、あ、やっぱ、あ、まあ、赤ちゃんの方に、いや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 、あ、あ、いやいやいや、セーフでしょ、セーフでしょ、でも最後泣いてたから失敗で、はい、泣き止んでたじゃん今泣き止んでたじゃないですかじゃあ成功にしましょうか、やったーじゃあということでね、あの疑惑なんですけど、はい、あの成功しましたんで、はい、自己紹介と宣伝をお願いします。はい、英国在住美少年 VTuber のみやびクラークです。英国在住、はい、八田余一でくるイギリスからこちらあのガチイギリスからどうやって捕まえたんよあの海外逃亡説がね、なるほどね、誠でしたね、なるほどね、はい、はい、宣伝はそうですね、今日の10時からゲームと配信、はいはいはい、カルト・オブ・ザ・ラムをやるのと、うんうんうん、あと今週の金曜日からね、うん、ちょっとラジオをあの番組的なものをねスタートしようと思ってるので、うんうんうん、よかったらぜひそちらの方もチェックしてみてください。お願いします、お願いします。いやまさか指名手配犯出てくると思わんかったねいやそうだな、八田余一なんかツイッターでもうずっと言われてませんか、八田余一、え、そう、あの賞金800万円のなんかみんな探しててみんな探しててそうみんな探してて、そうでどうするこれ、の YouTube の AI がここの八田余一を見つけたってので俺の配信のところに見つけてきて、そ Google メールで俺に送られてきたらどうしようと思ってもうその時は本当にもう800万円を払うしかないその時はもう賠償を800万円払うしかない、その時はよろしくお願いします、もうまた、はい、頑張りますいやということでね、ありがとうございました、はい、いえいえいきなりね八田余一をぶち込んで失礼しましたいえいえ、もう何やってもいいんで、はいじゃあはい、またこれを見てる八田余一容疑者は出頭してくださいよろしくお願いします、はい、ちゃんと自首してください、お願いします、自首か出頭かしてくださいはいじゃあありがとうございました、ありがとうございました、はーい、その手もあるんか、マジで多種多様すぎるな、多種多様すぎお前ら俺の配信やからって何やってもいいと思ったら、まあ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 何やってもいいんやけど何やってもいいんですけど、じゃあ次いきますか、そろそろお時間なんでね、よいしょよいしょ、あー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 
ここがクゼアイガの凸待ちか。お、赤ちゃんが泣いとる。泣き止ませたろ。おー、よしよし、どうした、人生嫌になったか。あ、そうでもないんかな。好きな女性芸能人誰。橋本環奈。みちょぱとどっちが好き。橋本環奈。あ、そうか、橋本環奈好き。うん、そうか、泣き止まないな。あ、そうだ、ぬいぐるみで笑顔になってもらおう。ほら、ほら、ぬいぐるみ、ほら、ジバニャンだよ。ジバニャン、ジバニャン。あれ、若い子にはジバニャン聞くつもりだったんだけどな。若干年取ったか。分かった、じゃあ子守唄、子守唄歌うわ。よし。おどーまぼんぎりぼんぎりぼんからさきゃおらんと。お、泣きやんだ、泣きやんだか。まだちょっと微妙な。ああ、泣いてる泣いてる。じゃあ、あ、そうだ、コメント代わりに読んであげるわ。推しの配信始まったので落ちます。はい、いってらっしゃい。おい、行くな、おいおい。泣きやんだな。泣きやんちゃった。泣きやんだな。よし、じゃあ勝ちで。くそ、勝ちです。お前の勝ちだよ。お前の勝ちだよ。お前の勝ちよ。存在しないコメントやってよかった。存在しない、存在しないから大丈夫。いや、どこまでやってくれるかなって思って、ちょっと泣きやんちょっと耐えてきたな。どこまでやってくれるかなと思って。あ、そろそろアラームが鳴るところですね。2分経ちますんで。あ、無事でした。ちょうどいいぐらいだわ。無事でしたね。危なかった。そろそろ手札がなくなるところだった。ジバニャンは無理でしょ。ジバニャンはまあもう無理か。もう無理でしょ。もう無理か、ジバニャンは。まあまあまあ、ということでね、無事、はい、無事成功しましたんで、自己紹介と宣伝をよろしくお願いします。ありがとうございます。VTuber 水のエールです。普段はシミュレーションゲームとかのゲーム実況、あとアンサンブルスターズ、などやっております。あとはまあ、そうですね。まあ、基本的に雑談メインなんですけれど、ゲームやったり歌枠やったり、YouTube ですね。でのんびりやってます。なんか特に企画の参加とかはないんで、珍しいです、こうやって人様のところに行くのは。こんな企画に参加するのね。逆にね、逆にこういうとこ行きたくなりますよね。確かに。そう、そう、これ頭掴んでるの見えるよね、これ。なんで直近これやりますとかはないんですけれど、見に来ていただけたら嬉しいです。それぐらいです。概要欄にありますんでね、はい、ぜひぜひお願いします。お願いします。いや、泣き止ませられてよかった。泣き止まんでいいかなって思ったけど、ちょっとやっぱそのコメントだけはちょっと許せんなと思ってね。このコメントはまあよく分かってないんだけど、クゼアイガがこのコメントを許してるぜか許せないぜか分からなかったけど、まあ許さんだろうと思って。まあ許さんね。いや、やっぱ落ちます、イメージだった、落ちますやったらいいんやけどね。落ちの黙れよ。いや、そう、言うなよ。別にそれでもいいけど言うなよ。って感じだったな。はあ、ということでね、無事成功おめでとうございます。ありがとうございます。これじゃあまたどこかで。はい、またなんか頼むよ、面白そうなの。任せてください。はい、ではさようなら。さようなら。よいしょ。ということでね、水のエルでした。いや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 、絡めて使ってきたね。絡めて使ってきたわ。あ、ということで、次。あ、9人目？もう9人目？わぁ、水のも。手がちょうど慣れとるみたいだった。水飲むのが下手になっとる。ああ。よいしょ。ということでね、腰が痛い。9人目の方お呼びします。泣きます。どうしたよ、揉め事か。俺はまた心配しちまったぜ。
またベソかいて泣いてんじゃねえかと思ってよ。お前もボスになったんだろ、この瓦礫の山でよ。サンゴつけろよテコスケ野郎。あのこれが俺の一番得意な声真似なのに VTuber 見てる層にアキラが通じねえから、いつも俺はあの2番目に得意なトラファルガーローの声真似をやってんだけどさ、岩田光雄さん知らねえのかよお前ら。古いよ、秀君の枠にだったらいるんじゃねえかって思ってよ。古い。いやでも伝わってるかもしれん。伝わってる大丈夫、ちょコメント欄見よう、本当にいるかな。通じてますよ、最高、ありがとう。あ、しかも秋が始まったってもう相当で気づいてんの。お、俺もうなんかあのこれだけが嬉しいからもう、ね、別にいいよ、俺もう泣いてていいよ、これもう嬉しいから。いやもう、のこ、いや、じゃあでももしそれで、もしそれでアキラ通じる人いなかったら、俺も、うん、俺もクゼ君よりもでけえ声で泣いて対抗してで勝とうと思った。これは、あ、そうなんだ、あ、そっか、そう、そっか。だけど俺は、そう、だけど俺はあの、うん、通じてすごく嬉しかった。泣けるじゃん、じゃあもう、うん、もうこれだけで俺が泣けそう。泣きな、泣いていいか。泣いていいよ。ゴリラになんか殴られた今。これあのこれが男泣きだって岩田光雄さんに習った。俺最近さ、窓とかにさ防音の設備とかさ、何これ。今のは、うん、あれやね、チャレンジが終了の音やね、泣き止ましチャレンジの。あー、泣き止ませなかった弱者が聞く音。そう、今泣き止ませたんで無事正解です、うん、やったぜ。まあ、自己紹介と宣伝をできます。わかりました。岩田光雄さんが大好きな龍泉寺切磋です。よろしくお願い、つかまつります。つかまつります。よかった、みんな岩田光雄さんのこと知ってて俺はすごく嬉しかったよ。結構ね、しっとりとおるよね、ここら辺多分ね。うん、オハスタとかにも出てたしね。あ、そうなんや。そうなんか TikTok でね、違法無断転載さ、無断転載されとるアキラがたまに流れてくることあるけど、確かに。ああ、だからか。あそこのシーンは知っとる俺も。あー、よかった。デコスケやろうって言われた瞬間に、うん、アキラじゃねえか。アキラ、でもあそこアキラおらんのやろ。お、アキラいない。あそこにいるのはカネだと鉄夫しかいねえから。アキラおらんのやな。アキラいない。これよく言われるんだけど、アキラにアキラって出てこねえ。え、そうなん。そう、え、もう死んでるから出てこない。高すぎるな。そう、というわけで宣伝させていただいてよろしいでしょうか。どうぞどうぞ。来週なんですけれども、東京の飯田橋で、うんうん、俺ボードゲーム大好きなんですけど、ボードゲームバーグリックさんと数多くの VTuber コラボしておりまして、はい、グリック V っていうハッシュタグで、ツイッター見たら載ってるんですけれども、うんうんうん、来週の木曜日から、コラボ始まります。なるほど。はい、東京の飯田橋ですので、お、東京の飯田橋アクセス行けそうだなっていう人はぜひ行って、まあ、コラボドリンクであったりとか、我々の動画であったりとか、うん、ブロマイドであったりとか、うんうんうん、で俺はもう、今ギリギリなんだけど、作ってるグッズとかも置いてあるので、はい、ぜひとも、東京にいてボードゲームをやったんぞっていう人はぜひぜひ、いろんな VTuber ほんと20人ぐらいほんとそんぐらいいるので、ぜひぜひ、金曜日ですね、はい、金曜日から、来週の金曜日10日から、グリック V って始まってますので、ぜひぜひお越しください。起こせ、はい、起こせ。はい、ということで、はい、本日はありがとうございまし ました。見事な泣きっぷりでございました。俺も頑張ります。任せてください。いや、頑張ってください。はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でーす。お疲れ様でございます。龍泉寺切磋でしたね。泣き止まさせられちまったわ。泣いたわ、あっちが。あっちが泣いたわ。あっちが俺を超える勢いで泣いてしまったわ。よいしょ。まあ、ということでね、次の方呼んでいきますか。あ、やっと次休憩になる。やっと次休憩になるわ。よいしょ。あれ、できん。よいしょ。
ちょっと待ってくださいね。ちょっと準備がね、準備が多いんよな。やることが多いんよな。よいしょ。そこで、よ。ところに赤ちゃんかな。なんちゃって。いい年した大人が何泣いてんのかな。恥ずかしくない？そんな囚人監視の目の前で一度みすぼらしく泣いちゃって。恥ずかしくないよ。恥ずかしくないから。なんで泣いてるのかお兄さんに聞かせてごらん。今が辛くて。今が辛い？甘えんな。今が辛かろうがなんだろうが生きていりゃ勝ちなんだよ。生きていりゃ、生きていりゃ勝ち。そうそう、生きてれば全てが勝ちなんだよ。死んだら負けなんだよ。というわけで笑え。笑ったな。でもまだこれはこんなことしてる人が未来あるかって分かんないじゃないですか。こんなところで泣いてる人が未来あるかって分かんないじゃないですか。そんなマイナスなことを言っている自分をぶっ飛ばせ。強くなれ。強くなりたい。強くなりたい。強くなるためにはどうするか分かるか。強くなるためにはどうすれば、どうすればいいんだ。強くなるためには笑うことだ。成功だこれは。あ、成功でいいんですか。よかった。ちょっと泣きそうやったけど成功です。あ、よかった、ね、俺の心はもうちょっとで笑いそうやったからこれ成功やね。あ、よかった。すごいご利用しで言ったなと思われながら思ってた。最初もうちょっとド S 聞かせていこうかなとか思ったんだけど、そう、ド S の方やったらまあ取ったかもな。心が壊れてド S の方やったら心が壊れてない。ちょっとただ途中で言葉が今出なくなっちゃったんで、そのやっぱ寄り添ってくれる感じがちょっとね響きましたね。ありがとうございます。そうだったら渋いおっさん風のそっち系に行くかっていうことで甘えるなーって言い出した。いや急に方向転換しか、うわっ、泣き止まさせてくれるこいつって思ったもんな。まあ、ということでね、無事泣き止まさせてもらえたんで、自己紹介と宣伝をどうぞ。はい、それでは皆様こんあるこの頃噂になりたいゲイ VTuber の二階堂Rです。宣伝なのですが、ちょうど今日の配信が終わる予定の22時から、うんうん、桜大戦というね昔のちょっとゲームの方の実況の第3話を行いたいと思っておりますので、皆様ぜひお越しください。はい、はい、また他にもまあ今後としてはポケモンのスカーレットバイオレットだったり、あ、いいですね、それこそモンスターハンター今ダブルクロスの方を初見でプレイしているのでそちらの方だったりとか、ダブルクロス買ったのに放置してたのでやり始めました。何年放置してんだよ。え、2、3年くらい？いや、ダブルクロス。ライズが出る前くらいに買ったんですよ。なるほどね。ニンテンドースイッチ版を。ただ、ライズ買う予定がその時なかったから買ったのに、その後すぐに友人にライズ勧められて買っちゃったんですよ。なるほどね。いや、なんか、3DS でやるんかと思ってた。びっくりした。いやいや、全然あとは本当に今後はスーパーロボット対戦とかもやりたいなとか思ってるんで、ぜひね興味ある方は来てください。はい、お願
ちょっと二階堂あるでした。はい、ありがとうございました。いや、すみません、なんか初見の時、初見でこんな。初見なのに来てくださってありがとうございますよ、こっちは。いえいえ、こちらこそありがとうございます。またなんかの機会があれば。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあまた。桜大戦ね、俺の中学校の頃の友達の木下くんがね、やりよったね。違う、誰だよ。誰だよ。あれ、桜大戦ってあるよな。え、違うわ。え、違うかも。違うか。え、待って、さ、え、てー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 、帝国歌劇団がこれ違うかも。すいません、違いましたかも。違ったかもしれないんですけど。ということでね、無事5分間休憩を手に入れました。5分間休憩を手に入れました。ちょっとこの間に水を飲みます。え、桜大戦合ってる、合ってるか、合ってるか。木下くん誰やねん。木下くんは木下くんやねん。それやった。よかったよかった、伝わっとって。はぁ、まあ、ということでね、5分間の休憩をやっと手に入れたんですけど、これ地獄やね。あの地獄なんですけど、あまりにも分かっとったことなんやけど、分かっとったことなんですけど、ちょっとこれさ、これね、ね、だってもう10人やったら終わっとるよ。10人やったら終わっとるのにさ、え？いや、これ俺心配なのがさ、え、見とる側はお腹いっぱいにならんかなと思って、今のところ。今のところお腹いっぱいになっとるかなーって思うけど。もうお腹いっぱいなんじゃないかなーって思うやけど、あと、もうこっから、あと2倍あるんで。あと2倍、あと3倍か。今の3倍。ん？じゃあ、あと2回あるんで、これ。10人じゃなくてよかった。どこで満足してんねん。まだまだ聞きたい。なるほどね。なるほど。皆さんの心は分かりました。むしろもっと欲しくなる。皆さんの心は分かりました。なるほどね。はぁ、続きも楽しみです。いや、もう見てくれるとありがたいですね。あと2セットありますかね、これ。満腹ジュース行かれたから大丈夫。マジで。ちょっとじゃあ、俺も、どうしようかな。酒持ってきていい？ちょっと、酒持ってきていいか。酒持ってきますね。ちょっとあの、心が疲れてきたんで、酒持ってきます。俺さ、今気づいたんやけどさ、明日仕事なん？俺明日仕事なん？マジか。嫌すぎる。お酒？ストロングゼロのダブルレモンですね。ストゼロです。今までシラフだ、今シラフやったよ。やっぱシラフは辛いんか。いや、でもシラフでもいけるけど、お酒が欲しいなと思ってね。後半戦は、後半戦でもないけど、まだ後半戦でもないんですけど、待って、時間がなくなる、やばい、時間がなくなる。ちょっと乾杯。よいしょ、汚い音すなつな、マジで。よいしょ、次の準備しますか。よいしょ、ストゼロを決めて元気にね、やっていきますよ。よいしょ。いや、これあれやな、ツイートする係欲しいな。ツイートする係欲しい。よいしょ。あ、てかおしゃぶり出してなかった。間違えて入ってきたの、クソおもろすぎるやろ。じゃあ行きます、読みます。
だよね、あれ泣いてるね。赤ちゃんが泣いてる時ってのはデータベース上大体決まってるんですよ。これはね、お腹が減ってるか、まあ、気に食わないことがあるか、あとはうんこかな。そうだ、よし、今回はそうやって決め打ちでいこう。よし、おしめだ。おしめを変えるのだ、ボッタ。コシケの子育ては守られもならない。おしめの変え方知っているな。よし、まずは中身を開けて。いくぞ。なるほどね。なるほどね。おい、下手な変身はやめたらどうだ。キャンタマだけ大人じゃないか。な、なんでこんな稚拙な変身で私を出し抜けると思ったのか。引き抜いてやるよ。3秒数える。命が惜しければ今すぐ元の姿に戻りいいか。3、2、1。おっ、やめろって。あ冗談冗談冗談だよ、冗談です、冗談。俺の夢忘れたんか、ね、え、俺は孫に囲める、孫に囲まれて死ぬって、そう夢があるって言ったのに、なんでそんなことするんだよ。諦めろ、諦めろ。お前はもう大人なんだよ。やだ、もう赤ちゃんでいらせてよ。人間はそう簡単に変わらねえ。なんでそんなこと言うんだよ。いいだろ、変われても人間が赤ちゃんになっても。赤ちゃんだったんだぞ、もともと。ダメだ、それが人間なんだ。でも私は変えられるんだ。私は邪神だから変われるんだよ。ずるいだろ。ずるいけど成功やね。でも本当にまあね、赤ちゃんになりたいよね。なりたいそれは赤ちゃんになりたい時は誰しもある。赤ちゃんになりたい。でもまあ赤ちゃんになりたいけど、赤ちゃんになりたいからこの配信やっとるわけじゃないよな。そこは誤解したくない、誤解されたくもない。そう、誤解せんでほしいけど、俺赤ちゃんになりたいからこの配信やっとるわけじゃないからね。あのエンターテインメントの塊なんでね。そう、本当にお願いします。そこだけはマジで、ね、勘違いすんなよお前ら。ということでね、無事成功したんで自己紹介とね、あの宣伝をどうぞ。んちょっと最初に、じゃあいいですか。はいはい、手応えっていう意味ではどうなん、生温かい感触だけが残った気がする、手には。いいのかなこれ。いや、まあ時間が短いからね、俺がすぐ戻れば、まあ、やったぜっ。だって5分間もさ、できんもん。まあ最終ね、最終食べようと思ってたんだね。やば。いや、だってまあ普段からやってる、そんなね、知識欲系邪神 VTuber のなるのさゆうとです。ね、今回はありがとうございます。ありがとうございます。まあ歌とかそのね、ちょっとぐぜちとも、うん、ね、あの寒暖差出させてもらって、歌の方面とかもやってるんだけれども、うんうんうん、知識系の配信もやっているので、たまに小難しい話を簡単にしますね。はいはいはい。あの学術系 VTuber さんとかと結構コラボしたりして。あ、なるほど。まあ、あとはちょっと小難しい方のね、ゲーム配信が好きなので、はい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 、世界観強めのものとか。確かになんかマダミスとかもやっとったもんね。まあ、またミスティ RPG アナログゲームも大好きで、うんうん、頭を使うのが好きなんで、うんうんうん、ということで、まあ、ちょっと来年はオリ曲とか制作含めて頑張っていきたいなと思う所存と、うん、マット、お前おもろいの大好きなんでね、本当に。なぜこの企画に来てしまったのかの答えが出たね、今一瞬で。いや、もう脊髄大脳は動いてなかったんで今回。あー、面白い男が面白いこと言ってる。よし、はい、っていう。参加ありがとうございます、そんま。いや、こちらこそ。いや、またなんか変な企画があったらぜひぜひ参加してください。もうちょっと変な企画あったら、変じゃなくても行きたい。一回冷静に話したいかもしれない。確かに、一旦冷静に話しましょう。まあまあ、そういうことでね、今日は来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。捨て身をね、見せていただきました。成人の捨て身。一番おもろい、それが。はあ、ストゼロ飲んで頑張って。頑張ります。かわいそうだよ。お疲れ様。ありがとうございました。ありがとうございました。ここが地獄だよ。
ここが地獄だよ。苦笑いすな。お前ら、お前ら苦笑いすな。いや、するか。してくれ。どっちかというと、してください。これで笑われんかったらちょっと辛いんで、逆にね。じゃあ、次の方言います。成功かこれ。待って、戻れよ、戻れよ赤ちゃんから、戻れよ、おい戻れって。待って、おい赤ちゃん、本物の連れてきた、もしかして。あれ、おい戻って戻れよお前。おい、何ですか。戻った。よかった。肺に空気が入るなんだよこれ。あ？てかさ、え？おしゃぶりがさ、おしゃぶり、スタンバってたらさ、落ちたんだよ。カーペットの上に落ちて、それ今汚ねえ。腕汚ねえ。最悪だったマジで。最悪すぎる。まあでも成功って、まあ俺は笑ってたんで成功ということにしましょう。ね、じゃあ自己紹介とかそういうのあります？あ、ないよ。今日はね、俺の名前じゃなくて、なんだっけ、赤ちゃんマダミス、ラショーチャンネルの赤ちゃんマダミスについてね、知っていって帰ってもらえればいいかなと思うんだけど。はい。それより何より、うん、その赤ちゃんマダミスで、二人成人女性をちょっと誘拐して、はい、ちょっとやらせた、一緒に赤ちゃんプレイをしてもらったやつがあるんで。やばいな。若干その赤ちゃんマダミスを見てやっていただいて、もう15分でできるもんなんで、初心者でもできるもんになってますんで、その、なるほど、ちょっとうちの宅のね、成人女性2人の赤ちゃんをね、ちょっと見ていただきたいなっていう感じなんですけど。なるほどね。まあ、宣伝はちょっとね、赤ちゃんマダミスをよろしくお願いしますということで。さあ、赤ちゃんマダミスをよろしくお願いします。本当にお願いします。これから、はい、これからもなんかこう赤ちゃんマダミス完全版みたいな40分50分のやつを出していただきたい。いやでも成人女性のあれが聞きたいよ、赤ちゃんが。本音が出たね今。いろいろ、今日はね、今日はもう聞けるって、聞けることが確定してるから、21時ぐらいに聞けることが確定してるから、なるほどね。僕は、はいはい、もうめちゃめちゃ楽しみだ。自分の欲を吐きに来たな。まあまあ、ということで今日は来ていただいてありがとうございました。やったね。
まあ赤ちゃんやるだけで泣き止んでくれるならええわ。確かに共鳴したからね。楽だ、共鳴できたからね。そう、うん、ありがとう。ソウル言いたい、もう俺らがソウル言いたいよ、うん、ナイスナイス共鳴。バイ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 、またね、バイバイ、さよなら。地獄の中の地獄やったけど、今地獄の中の地獄でしたけど、よいしょ。じゃあ次の方をお呼びしますか。マジで赤ちゃんがさ、 2分間喋り続けるだけの赤ちゃんとつまち一番地獄やからね、おもろいけど。よいしょ、ということで泣きます。もう完全に始まったけど、完全に俺心の心臓の音がドクンドクってキングエンジン並みになってんだわ。そうか、なんかモノマネすればいいんだ、モノマネ、モノマネ。そうだな、お宮の好きなの何がいいかな。坂田銀時とか好きか。ギャー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 、やかましいんだよてめえら。発情期ですかこの野郎。つかおめえ発情期なんか。そうなんだ。つかお前あれだろ、ちゃんと知ってる銀玉。もうアニメ終わってもう何年か経っちまってるけど。本物じゃん。本物じゃねえよ。あ、まあまあまあ、とりあえず、他にも何があるかな、何があるかな。あ、そうだ、もうだいぶ前だけど、スケトナンスのスイッチとかどうだ、知ってるか。知ってるのか。ちょっとスイッチやってみるか。カタカタカタポヒュー、スケト団の薄井和義ことスイッチである、アロニーのアルレーリ、うん、バツァーイ。さあ、これで泣き止むだろうか。すごっ。ああ、すごい、なんか、沈黙というか、これは泣き止んだということでいいんだろうか。これ泣いし、大成功。泣いたらまたもう聞こえるんですか。何か聞けるかもしれない。ああ、泣いちゃった。じゃあ何がいいか、何がいい。あの、ディスカバリーチャンネル。ああ、わかった。じゃあやってみるよ。はい。マロマロ、うますぎ。ああ、たまんねえぜ。ほらほらほら、やったぜ。これなんだか知ってる。知らない。牛のピーニスさ。ピーニスはどこだ。失礼して、わしづかみで、なぜこのスープにピーニスを。ご立派。ほら、泣きやんだか。ご立派だ。泣きやむだろ、こんなん。やったぜ、やったぜ。え、いや、そう、なんか、はい、めちゃめちゃ、いや、そう、なんだ、あのチャンネルを見させていただいたときに、はい、え、はい、あ、まあ成功、あ、はい、まあもちろん成功なんですけど、あ、やったぜ、やったぜ、マロマロ、うますぎ。ディスカバリーチャンネルで通じたのがおもろすぎる、マジで。はあ、いや、もうあの直前にちゃんとネタ予習してたんですよ。これダメだったらこれ言おうって思って。ありがたすぎる。まず、あ、自己紹介とね、あの宣伝とかしていただけたらお願いします。はい、どうも皆さん、今期一期つわけで、宝部響きこと響きっきでございます。よろしくお願いします。まあ、よろずや VTuber っていうことで、え、なんでよろずやなのって言われたら、この声を聞けば大体わかるだろ。察しろバカ野郎、というそんな感じでございます。いや、そうなんよね。え、なんかチャンネルで見たときに、ん、んだ、んだ、んかぜ。そう、みんな、でもさ、悩みどころがございまして、はい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 、はい、皆さんにね、すごい似てると言われるのはすごく嬉しいんですよ。うん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 、めちゃくちゃ。うんうんうん、でもね、似すぎてて、なんか爆笑じゃなくて、はい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 、すげえみたいな、なんか関心の方が先に来ちゃってる。確かに確かに。そうそうそう、え、めっちゃ似とるってなるもん。めっちゃ似とる、なんかなる、すごい爆笑じゃなくて、もう、うんうん、え、おぉみたいな、なんか、一郎のモノマネする日郎見た時のリアクションをするんですよ、みんな。それ確かにね。確かに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 。まあ、めちゃめちゃでも似とるからな。喋、まあまあ、り方も似とったよね、本当に。ああ、すいません、ありがとうございます。もう、ちょっと、ここは似せようと。ちゃんと似せていこうと。そういう感じで、はい、やらさせていただきました。ありがとうございます。なんか宣伝とかありますか。なんか近いうちになんか動画っていうかショート動画ちょいちょい出したりするんで、うんうん、あと普通に純粋にチャンネル登録お願いします。お願いします。なりますね。はい、もうあといろいろ頑張るんで、もうコラボとかもいろいろするんで、もしよかったら気軽に声かけてください、皆さん。お願いします。はい、お願いします。あります。何でもするから。ん、何でもするって。はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ、もうどうなんだろう、終わりかな多分。そうだね。じゃあ、最後に、はい。じゃあ、最後になんか、細かすぎて伝わらないやつやってから終わります。お願いします。じゃあ、スケットダンスネクストビューバーイの言い方。はい。スケットダンスネクストビューバーイ。もうわかんない。最初からわかんなかった、今。いや、似すぎやろ。似すぎたわ。似すぎた友和やった、マジで。似すぎた友和っていいな。すごいよね。びっくりした、マジで。最初チャンネル見て、本人かな思ってしまったぐらい、めちゃめちゃ似とった。ということでね、次の方お呼びしますか。これ、あれあ、よ、こうか。よいしょ。で、これを、ゲップが出る。やだ。よいしょ。あー、ちょっと、やべえ、時間が、ずれてしまった。俺の、タイムキープ、ゴミだ。じゃあ、行きます。あれ？どうしたの？なんで泣いてんの？え？赤ちゃんに乗っちゃった？やば。恥ずかしくないの？もういい大人だよね。違うの？大人だよね。辛いことあったの？辛いことあったの？キモいね。どうしたの？あれどうしたの？泣き止まないの？いい年した大人が。どうしたの？そんな辛いことあったの？あったの？何があったの？今が、どうしたの？今日が辛い。辛いの？じゃあなんでこんな場用意しちゃったの？自分で準備したんじゃないの？ねえ、こんな辛い、違うのかな？こんな辛いと思ってなくて。こんな辛かったね。辛いね。泣きそう。泣かないで。泣きやもうね。無理かも。もういいか、もうちょっとででも半分だよ、ね。半分。泣き止んでいいのか。泣き止む、一回泣き止んだら楽になるよ。ね。ずっと泣いてる方が辛いでしょ。辛い。辛いね。泣き止む。泣き止む。偉いね。終わった。オッケー。はーい。ああ。人に戻った。あ、よかったですね。いやでもこんなんで泣き止んでいいのか、俺は本当に大丈夫だよ、頑張ったよ、十分頑張った。泣き止んだ。これマジでつかマジでつらいんやけど、まあ、無事ね、無事泣き止まさせな、精神をぶち壊されたんで成功とさせていただきます。やったありがとうございます。よかったです。じゃあ自己紹介と宣伝をお願いします。はい、どうも、みんなに元気と癒しを届けたいお姉さん気持ちあの矢崎迷いかもしれますはじめまして。だいぶ精神攻撃しとったけどな。はじめましてはじめましてすいません、思ってないこと言っちゃったね。すいません、キモいとか全然思ってない、面白いなって思ってたのでよかった、すいません。でも、泣き止ます方法がなくて、キモいって言ったら泣き止むと思ったんや精神的にもういじめるしかないかなと。そうですね、限界来たんで、限界来たら泣き止むんであ、よかったですあ、そうやな、頑張ってくださいね頑張りますなんか宣伝とか、宣伝は、はいはい、あ、この後なんか配信が一応あるんですけど、はいはい、それよりもこっちをみんな応援してほしいのでちょっとなかったことにありがとうございますはい、じゃあ頑張ってくださいね。ありがとうございます、ほんま。いや、またなんかまともな時にはい、あ、ま、でも面白いのすごい大好きなんで、こういうのも好きなんで、まともじゃない時もまともな時もいつでも。じゃあまともじゃない時にもまた会いましょう。はい、会いましょうありがとうございますありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。すごい。
速度で矛盾してたぞ。いやでもよかったね。キモいな。ちょごめんキモいわ。キモい。俺がキモいわ。なんかクオリティ高かった。クオリティ高かったってなんだ。よかったと思います。よいしょ。次の方お読みしますか。ちょっと初見さんもね、いらっしゃいませ。よかったらゆっくりしてってください。今ちょうどね15人目になりますんで、じゃあ行きますか。泣きます。よいしょ。こんばんは、愛賀くん。愛賀くんが泣いてるって聞いて、くーちゃん用意してきたよ。愛賀くんが泣き合う方法、思い出を愛賀くんの歌と一緒に巡っていこう。2020年4月30日のツイート、ハッシュタグハギョーでなぜモテないのかわかる、早くピザプロテイン部屋欲しい要求がとっても多くて可愛いね。2020年4月30日ハッシュタグ自分の歌は好きすぎて自分が歌ってみてあげればいつでも好きな歌い方で歌聴けるから早く歌ってみてあげてくれ。愛が今29曲もあげてるね、えらい。2021年8月6日、違うね、ずっと女の子の目を見て話すのは恥ずかしいからちょっと目をそらそうとして目線を下げたら目が合っちゃうね。背が高いんだね。あれ、まだ泣き止んでない。そうかそうか。2021年12月23日、正直俺顔良くて声良くて歌も上手くて面白いからそろそろ組織に目をつけられないか心配。2年経ってもまだまだ元気だね。まだまだいくよ。2022年9月8日、可愛い女の子の VTuber がコラボしたり裏で遊んだりするのにディスコード交換しませんかってリプツイートにリプしてる男性 VTuber を見るのが趣味の人のこの界隈に一定数いる気がする。あ、そこの可愛い VTuber ちゃん、僕とディスコード交換しない？12件のいいね。あれ、泣き止んだ？おい、ここまで読むなよ、マジで。12件のいいねまで読むなよ。泣き止んでくれてよかった。お前やばいな。嬉しい。お前やばいって。ありがとうございました。ありがとうございます。おい、はい、やばいな。どっから見つけてきたん？全部検索しました。てか遡りました全部。やばすぎ。なぜ12件のいいねのやつ見つけてきとるからね。なんか50件とかさ、はい、100件とか言っとるやつだったらまだ分かるけど、12件のいいねのやつどうやって見つけてきたんマジで。ちなみに女の子の目線下げたらは1件のいいねです。あクリアよ。やだーやだー、クリアやんだ。最悪すぎる。こんなことがあるんですね。あ、皆さん気をつけた方がいいってことをツイートするのはやっぱ。はい、ツイートには皆さん気をつけましょうね。デジタルタトゥーですよ。タトゥーついとったわ、まあ、ということで無事成功したんで自己紹介と宣伝をどうぞ。はい、はじめまして、珍しさ 222% 不特権配信者のクルーシャココアと申します。普段はツイッチで配信してるんですが、今度2月25日に VTuber デビューするので、もしよかったら皆さんお友達になってください。以上です。お願いします。はい、お願いします。怖え。いや、まあ、自分の声が聞こえてきた時も怖かったし、急になんか、あ、身に覚えのある文章よ、身に覚えのあること言っとるなって思うこともあったのも怖かったし、怖っ。立ち絵出してなかったの怖かった。すいません。すいません。こちらでなります。こちらでなります。すいません。すいません。ちょっと焦りすぎて立ち絵出すの。すいません。すいません。すいません。ほんま、すいません。出しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。あとリスナーさんから一言。はいはい。はいはい、3時間ガチ泣きし続けるの辛いっすね。失礼します。つれーよ。つれーに決まってんだろ。つれーよ、こっちはやっぱつれーよ。ということで30分になりましたんで、5分の休憩です。5分の休憩タイムですね。はあ、地獄かこれが。
地獄やった。はあ、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、みんなほんまいろいろ考えてきてくれるね。嬉しいね、ラップしてきたり俺のツイート遡りやがって、マジで。しかも初めましてやからねこれいや、ありがたい話ですね。よいしょよいしょ、頑張ってください。そう、デビュー前でこれやばくない？デビューしたらやばいよな。化け物が生まれてしまった。はあ、来るね。そのいいねを呼ばれるのがいいねを読まれるのがマジでツイートたくさんいましたいや俺こないださ、それも友達の VTuber なんやけど、友達の VTuber なんですけどね、ですよ、いるんですよね。思ったほど、自分はウケると思ったけど、思ったほど伸びなかったツイートを紹介する云々のさ、やつがあって俺それさ、うわー、俺だなーって思いよったのがあったからさ、ぐさぐさ刺さってないけど、ぐさぐさ刺さったんですけど、それしかも俺覚えてなかったのもあったしな。でも聞き覚えがあったのはやっぱあるね。そう、あれね、あれ、あー、ダメージ受けるよ。しかもさ、聞いてほしい、それさ、うわ、ダメージ刺さるっていう、やめろやめてくださいって俺引用リツイートしたんよ。そしたらさ、なんて返ってきたと思う？あ、これクゼさんのことを見て思った企画なんですよこれクゼさんの企画、クゼさんのツイートを見て思いついたんですよねって言われてガチ泣きできるよマジで。ガチガチ泣きするマジでおい俺、え勝ち泣きするけど普通に勝ち泣きしますけど普通に。まあということで、ちょっとトイレ行ってきます。トイレ、皆さん盛り上げとってください。トイレ行くんで盛り上げとってください。どういうこと？トイレ行くんで盛り上げとってください。疲れた。いつも面白いですよありがとう。これで高くて素晴らしいです。ありがとう。はあ、いやさ、明日仕事ってことを思い出してマジでやむ。明日仕事なの。ちょっと俺さ、明日休みよなって思いながら階段上がってきたね、さっき。全然休みじゃなかったわ。全然休みじゃなかったです。明日仕事ですね。お前らも4時対抗しろよ。この配信見ながら。言え。まあ、そろそろね。そうになる現実。ほんまよ。この、iPhone がさ、勝手に切るのやめてほしいよね。まあ、ということで。呼びますか。プロテイン。よいしょ。
元気？うんうんとりあえずさ、今お前椅子座ってるよね。床広い？床。いいよ。オッケー。じゃあ、プランクしようぜ、俺と。はい。はい、セット、プランク。プランクセット。はい、行くよ。行こう行こう。はい、あと10秒でセットしよう。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。はい。お前、泣きながらプランクやってんだよ。聞こえねえぞ、お前の声。どうなってんだよ、お前ちょっと。それはお前配信者かよ。俺も今こうやって頑張ってプランクしてんだよ、お前。お前この企画やったんだろ。お前、俺は普通にプランクしてる。お前は泣きながらプランクすんだ、お前。まだ今25秒しか経ってないよ。お前タイムアップまで俺と一緒にプランクすんだよ。お前泣き声聞こえねえぞ、マジで。配信者か、お前。そんなんじゃ泣いても判定出ねえぞ、お前。今37秒経った。まだだよ、お前。泣きながら頑張ってプランクしろ。俺だってプランクしてんだよ、お前。調子に乗んなよ、お前。お前も俺も今辛い思いしてる。お前でも今泣いてるかもしんねえ。俺も泣きたい思いだよ。でもな、プランクはな、いいぞ。この配信見てるお前ら、プランクはいいぞ。筋トレしろ。俺だってな、週5で筋トレしてんだよ。お前週何ぼで筋トレしてんだ。うるせえ。ああ、なめんなよ、貴様。俺の方が筋肉量に決まってんだよ、お前。ああじゃねえ、泣け。泣きながらプランクしろ。俺ら早く頑張れ。今1分20秒だった。頑張れ、プランクだ、ファイト。おい、早く、もっと泣け、聞こえてねえんだっつーの。ほら、早く早く、終わった、オッケー、頑張ったじゃん。お前今日でまた配信者としての格上がったよ、マジで。おめでとう、コングラチュレーション。うい、ああ、ああ、ああ、えいえい、ああ、まあ、クリア。酒なんか飲むからこんなことになるんだよ。まあ、クリアってことにしましょうか。おい、もっとコンディション整えてこいよ、お前。無理だろ。お、なんだってピンフリードオレンボルトだよ。確かに、立山なんか筋トレのやつ送ってきたなって思ったもん。そうです。筋トレで攻めようと思いました。おはようございます。おはようございます。はい。ということで、自己紹介とね、はい、あれ。宣伝とかあったらどうぞ。俺は褐色イケメン狼男ビンフリーロールテンポです。まあね、立ち絵が、まあ、筋肉隆々なんですけど、はいはいはい、まあ、立ち絵以上に俺の筋肉隆々なんで、皆さんツイッターの方にね、時々俺のジョーラン載せたりね、ディスコードのね、フレンド交換したら、まあ、時々ね俺のジョーラン送りつけるんで、ガチやから、ね、ぜひとも俺と仲良くしましょう。、はい、ガチで送ってくるから、はい、本当に俺のね筋肉見たい人はぜひともねお友達になっていただき、筋肉見たくない人もねお友達になろうぜ、俺と楽しいから。ラブユーフォーエバー。はいはい、で、で、もうでどんな配信してるかが、あ、はいはいはい、昨日自分家でパッチする実機配信してました。はい、ういお願いします。あ、お前、お前もしかして酒飲んでる、プロテイン飲めよ、お前。何してんだよ、お前。配信者だろ、お前。配信者酒飲むんだよ。配信者プロテイン飲むんだ。ということで、みんな、ね、ビンフリーローレンボルトがね、今日初めて知った人はこれから仲良くしてくれると嬉しいです。じゃあね、バイバイ。さよなら。あいつやべえな、マジで。あいつやばいんやけど、マジで。お前、前もう、もう腹筋やばいんやけど、普通に。何させとるん、あいつ。ビンフリーとウォルフェンボルトでしたね。文字数全部入れると入らないんで、ウルフェンってしてるんですけど、はぁ、疲れた。マジで疲れた。よいしょ、これをキャンセルして、はぁ、じゃあ次行きますか。もう次行きましょうか。いいよ、時間になっとる。やべえな、みんなやらせることやべえな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。短歌すごい。泣きますね。じゃあ泣きましょう。これ。
る？あ、おしっこかな。お腹すいたの。焼肉食べる。ハンバーグは？あ、ピザが良かったかな。どうしようかな。ねえ、26にもなってさ、みっともなく泣き続けてさ、恥ずかしくないの？恥ずかしい。プライドとかないんだ。ないかもしれないっすね。もうそうだよね。はい。情けないね。はい。情けないっす。ね。情けないっす。泣きやんじゃったの？泣いたら。泣いたらもっと言われるから。泣いちゃった。眠たい？眠たいか。あ、じゃあ息止めてみよっか。3秒だけ。3秒だけだよ。1、2、1、2、まだいける、まだいける。大丈夫、大丈夫。1、2、上手、息止めれるね。えらいね。苦しい。苦しいか。あ、でも泣きやんだね。泣きやんだ。かちゃん泣きやんだね。助けて。助けてください。いいよ、いいよ、いいよ、息吸って。いつまで止めとんねん。ああ。息は、うまいか。死ねばと思ってました。息の根止めろって言ったけど。息の根と、あ、すいません、アラームが動いてなかったんですけど、はいはいはい、アラームが動いてなかったから俺死にそうやったんか。ガチで死ぬところやった。はあ、成功ということで。成功ですね。よろしいですかね。よろしいです。じゃあちょっとわ、告知の方をさせていただいてもよろしいでしょうか。どうぞ、自己紹介も告知も何でもしてください。うん、ありがとうございます。動画以外での声出しはここが初めてのものです。どこで声出しとるんマジで。10月10日より VTuber 準備中で、食いしん坊でゲームが大好きなシロクマ、ユーシロピリカと申します。12月のデビューまで毎日ショート動画投稿してます。概要欄の YouTube リンクからよければ見に来てください。お願いします。お願いします。はあ、ほんまにここでよかったんですか、最初は。いや、ちょっとさすがに参加したかったので終わったんで。企画内容に惹かれてしまいました。ありがとうございます。いやいやいや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。まあ、今後とも何と何卒よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はあ、無茶ぶりにもありがとうございました。いえいえ、もう無茶ぶりされるためにやってる節あるんで、この配信。あー、よかったです。任せてください。ありがとうございます。感謝です。感謝感謝ということで、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございます。殺されるところやったね、今。殺されるところでしたけど、今俺のミスのせいで俺のミスのせいで俺死ぬところやったね。アラームついてなかった。よいしょ。次の方いますか。よいしょ。あ、あ、あ、泣きます。
とゲップ出る。なんじゃ、これなところにややこか。ああ、こんな山奥に捨てられてかわいそうじゃのお前。間引かれたか。ここいらは熊も出るぞ。ああ、そうじゃな。なんかおもちゃでもあやしてやろうかな。ねえ、これ音が出るぞ。ほらほらほら、どうだ。あ、つまらんか、そうか。そうじゃな。じゃあこれはどうじゃ。泣きやまんな。もうな、僕もややこの世話はしたことがないでな。どうしたもんかな。あ、そうかそうか、腹が、あ、腹が減っとるか、そうかそうか。じゃあこうしような。せーの。あ、危ない危ない、ずれてもうた。もう一回な、おとなしくしとれよ。よいしょ。ダッシュ。うしょー、うし。これで貝の餌にすればよかろう。うん。赤いの貝の餌にしてやるでな、下へも残らん。もう静かになるな。思い残すとこもないか。そうか、そうか。じゃあ、いい餌になれ。ああ、静かになったな。僕はもう一度寝よう。あの世で泣いとるか。静かになった、静かになった。成功だよ。この、はい、ガチで殺してきたやつおった。いやー、本当にね、うまく刺さらんくてびっくりしたよ。完璧な、いやでもその刺さらんかったのが完璧な時間調整になってしまった。食らってしまったか、そうかそうか。ということで無事成功なので、ぜひ自己紹介と宣伝とよろしくお願いします。はい、とかく息苦しいこのうつつにおぼろな神秘の復権を、滝の流れ、川のせせらぎから生まれた竜の藤代東波だよ、よろしくお願いします。はい、そうですね、告知、毎朝ショート動画を上げております。季節の小ネタと、それからちょっとした占いをやっておるので、演技担ぎぐらいにショート動画見に来てくれると嬉しいかなって思います。いや、今回はあの愛賀くんの気の狂った企画に参加できて、最高にいい思い出ができました。参加ありがとうございます。いやー、もう気狂ったこと言うとるなって思って。ほんまね、なんでこんなやっとるんやろって、なんでこんなことしてしまったんやろって。でも、いや、楽しいからいっかって、いっか、もう思い始めてきてる。あー、もう楽しくなっちゃったか。楽しくなっとるって思っとかんとね。うん、新しい性癖ちょっと開いたか。いやー、でも今回参加ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。またなんか別の機会にも、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。よいしょ、殺されたな。殺されたよ、ちゃんと殺されたよ。今殺されたね。殺されたね。殺されたねってなんだ。いや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 、みんなこういう企画出たいんですか。こんな企画に出、ありがとうございます。ついに息の止められたわ。まあ、ということで行きましょうか、次の方。泣きます。泣いてるね。ね、いっぱい抜いたらね、みんなびっくりしちゃうからね、シーティしなきゃダメなんだよ。ね、ね、シー。あ、泣いてるね。
ゆこさんお兄ちゃんだからね、あく泣かないようにね、5本読んであげるね。じゃあ行くよ。二人の男が向かい合っていた。一人はベッドに腰掛け、もう一人の男、久世愛香は一心まとわぬ姿で男に抱きしめられていた。薄暗い部屋の中、愛香の顔はほんのり赤く染まっている。おいで。男は愛香の体を優しく包み込み、ベッドに横たえた。その瞬間、愛香の鼓動は跳ね上がる。何度体を預けても、この胸の高鳴りに慣れることはできない。そう考えているうちに、男の慣れた手つきが、愛香の体をまさぐっていく。かわいいね、愛香。恥ずかしさに言い返そうとするが、その唇は塞がれてしまった。くぐもった声で泣き声を上げる愛香に、男の容赦ない攻めが続く。愛香は果たしてどうなってしまうのだろうか。あく泣きやんだ。おい、どうなるんだよその後。え、泣き止むとかじゃないだろ。え、こりゃ泣いてるあのあく君のをあやしてくれてる男の人の話だよ。赤ちゃんプレイじゃん。お、え、待って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 、え、子供、まあ、子供に何聞かせよう。いや、赤ちゃん、え、うん、なんか寄り添ってくれる系の、はい、あのあれなんかなって、わあ、成功です。やった、ありがとうございます。た、おい、立ち絵がさ、立ち絵がなんかああ、なんか寄り添ってくれるお兄ちゃんかそんな感じかなって思ったら、がっつりピ、導入読んでんじゃねえよ。いやー、本当はもう少しあのマイルドなネタでいこうと思ってたんですけど、なんかあの、ね、今までみんな見てたらなんかすっげーなと思って火力高めようと思って、あの10分ちょっとで作ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すいません。ありがとうございます。いや、もう書いてくれたのめちゃめちゃ嬉しいからな。いや、でもこれあのちゃんとあの、はいはいはい、泣いてる愛香くんをあのあやそうとするあのお兄さんの話です。呪術トリックってやつですよ。あ、おしゃぶりをつけたってことね。そうです。あ、なるほど。あ、じゃあ俺の心が汚れとったってこと。そうですよ、俺の心が汚れてたんだ。ね、みんなね、何を想像したかわかんないんですけど、これはね、あの泣いてる赤ちゃんあやそうとしてるあのお兄さんの話です。そうだろ。マジか。え、すごい、すごいけど勘違いするけどね。余裕で勘違いするけど、いや、もうありがたいですね、勘違いしてくれて。まあ、ということで無事成功しましたんで、自己紹介とご宣伝をお願いします。はい、初段の体で不女子の心、 BL お絵かき VTuber の菊池菊津と申します。いや、普段は BL 漫画描いたりとか BL 系の企画やったりとかしております。はい、やっぱね、その生き様できたな。いやー、よかったです。あの、うんうん、ありがとうございます。いや、本当みんなすごかったんで、やべえなと思って。マイルドなのもあったやなってちょっと思うよね。ありました。マイルドなのは全然 BL してなかったんで。あ、そうなんや。はい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 。はい、頑張りました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや、またなんかの機会にぜひ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 ということで、はい、何かの機会ございましたらよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、では失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、この企画すごいな、なんかすごいな。だからね、これちょっと残念なのがね、この企画タイムスケジュールがギチギチすぎて、あんまりなんかその突者の人と話せんのがね、ちょっと残念なところなんですけど、まあ、気になった方はね、ぜひぜひ、とつちゃさんの方の、まあ、概要欄にありますんで、その、見ていただければ幸いでございますということで、次の方いきますか。よいしょ。ありがとうございました。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。いや、掘り下げたいことめちゃめちゃあるんやけどね。一人5分って少なすぎるってね。ということで、次の方いきます。ちょっと待って、アラームが。よいしょ。もう俺が決めたんやけど、このスケジュール。よいしょ、泣きます。ああ、泣いた泣いた、どうしたの、はい、よしよし、
じゃあ子守歌歌おうかな、うんうんうん、ピアノ打ってちょうだい、みんな丸く竹本ピアノ竹本ピアノ、あ、泣きやんだ、早くない？あ、泣いてるね。そんな泣いて恥ずかしくないの？恥ずかしい。そんなうるさい子はね、こうだよ。泣きやんだか。いつもショート動画で殴られてるじゃん。じゃあ首も締めちゃおっかな。お、泣きやんだ泣きやんだ。お、死ぬかな。ほらもっと泣いてみろ。あ、落ち着いたか？話してくださいだろう、こら。話してください。やだよ、話さないよ。なんで、なんで。ほら。ダメだろ。首もただ苦しい。いや、ちょっと苦しんでる様子聞いてみたかったから、ちょっと。ダメだ、この間のがちょっと面白かったからさ。はあ、え、これは泣きやんだじゃん。成功なんですか？成功じゃん、泣きやんだ。まあ成功か、成功にしましょう。じゃあやった。じゃあ自己紹介と宣伝をお願いします。鈴江さとしで、普段は、まあ、タルコフの配信とか、まあ、ちょいちょい動画とかいろいろ上げてます。うん、ちなみにド S ではありません。あと、もう宣伝することないです。はあ、やってくれたね。やってきました。でもみんな喜んでた人もいるから、やっぱり需要があるんじゃないですか。首絞められるか、もうちょっともうちょっと首絞められていこう。 YouTube 首絞め大丈夫なんかなって思うけどね。みんな成功する、確かに成功してないの、このノブって人だけなんやな、今のところ。ああ、俺が優しいんか。優しいね。優しいかも。じゃあ成功じゃないでってことにしようかな。はあ、まあでも成功ですね、今回は。成功ですね。やられたわ。もう力技、首締められたら。いやでも首締め&ビンタ、ビンタはね、&拳、泣き止むやろ、赤ちゃんは。泣き止まないで、ね、逆に泣くんじゃない。いやもう黙るよ。泣く力すらもうなくなる。そう、泣く、死ぬ死ぬ死ぬ途中で。あ、なる。なるほどね。俺やから。そういうことで。そういうことで。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。さよなら。首絞められた。首絞められたよ。首絞められたんやけど俺。でも。確かに俺も、でも、実はシチュエーションボイスで、最近首絞められるシチュエーションボイス出して、あ、ここから休憩ですね、ちょっと。ここからちょっと休憩ですね。続きが出て、いや、マジで、調節のさ、続きが出てしまった。DV 落ちしとるわ。調節の続きが出てしまいました。いや、でもあれは叙述トリックで、実は違うんでね。そうじゃないんで。いやー。プロやったね。プロすぎた。いや、プロ首絞められニスト。ちなみに今さ、今の首絞められボイス、首絞められボイスの点数は何点でした？首絞められとる風に聞こえた？
首絞め、なんで首絞められボイスの点数はこのとずまし配信中に聞かねえけんのマジで意味わからないの、意味わからないんですけど、点数をつけるとしたら、点数をつけるとしたら、点数をつけるとしたら、いや100点200点おお高いですね。300点上がるやん。100点いいですね。今ちなみに首絞めてなかったんですけど、今頑張っ、え、今首絞めてなかったんですけど、その最近分かったかもしれない、首絞め何の話やこれ、何の話や。ちなみにあのシチュエーションボイスは、シチュエーションボイスのやつは首を絞めとったね。今回は首を絞めてない。もう20人待ちます。早いね、マジで。早いか。俺もう、あと10人あるんかって思ってるけど。あと10人あるんかって思ってるよ。ボリュームすごいな。この5分間の休憩が逆にきついわ。この5分間の休憩逆にきついわ。もう、え、あと5分で、また現実に戻されちゃうのっていう。ああ。いや、てか、ほんまね、このトツの時間が短いから、もっともっとね、トツの人と、トツ社とね、話したいんですけど、ちょっと今回の企画はね、数をね、集めてしまったんで、まあ、一人10分とかにしたらね、俺がね、寝れなくなってしまうので、今回は一人5分にさせていただきました。まあ他のね、トツマッチ企画とかは、まあ10分とかにね、しようと思ってるんで、まあ赤ちゃん時だけやな。だって赤ちゃんでさ、赤ちゃんで一人10分とかやってみんよ。地獄やろ赤ちゃんで一人10分でやったらさ、なれよ。5分間ぐらい赤ちゃんやからね。5分間ぐらい赤ちゃん。そんなの地獄じゃん。だから2分間赤ちゃんで、まあ残り人間に戻れる可能性のある、お、これ人間に戻りたいから俺成功にするのかな、もしかして人間に戻りたいから成功する説あるの、人間に戻りたいんですよね、やっぱ人間に戻りたいな、戻りたい、真の地獄はね5分やからね。まあ次やる企画は何やろうな、次やる企画は、悩むけどまあいろいろ、なぜ10分にして赤ちゃんタイム長くなる前提、まあ、確かに、いやだって2分それはそうよ、それは赤ちゃんタイム長いよね、赤ちゃんタイム長くなる、だってさ、そ、怒られるね、やっぱ怒られる、それは怒られる、赤ちゃんとつまちで言ってるのに、とつまちの間のやっぱ10分間のうち2分間しか赤ちゃんしないっていうのはやっぱね怒られる、やっぱ赤ちゃんじゃないじゃんって言われるから、それはねやっぱ大事やなと思う。その、あ、2分やったのを10分になったら、まあ、5分なり4分なりにね、するって伸ばすのはね、やっぱ大事なことやねって思うね。大事なことなんか、本当にこれ大事なことなんかな、大事なことなんかなって思うけど、2分でも長いけどね。2分でも長いよ。2分でも長いけどね、正直。2分でも長いです。2分でも長いですよ。皆さん、気づいてないかもしれない、気づいてないかもしれないんですけど、2分でも長いです。まあ、そろそろね、いいお時間になりますので、よいしょ、とつまちの準備していきますか。あー地獄かよ、地獄なのは地獄なんよね、よいしょ、あと10組ですね、よいしょ、あと10組か、早いのか、早いよね、多分早いんかな、早くないかな、じゃあ行きますか、泣きますね、泣きます、
話聞こうか。本当ですか？いいんですか？全然聞くよ。やったー！なんか辛いこととかあったんですか？あー、いや最近ちょっとめちゃくちゃはい、よくわかんないんですけど、足が超腫れてて、はい、足が超腫れ、むくみとはまた別に、はい、蚊に刺されみたいな感じで、かかとが腫れてるんですよ。それ辛いよな、やっぱくそほど痒くて痛くて、あで、なっちゃったのが土曜日なんで病院行けてないんすよ。うわー、それは彼氏が悪いわ、さすがに。そうでしょ。いや、やっぱ、いや俺やったらそんなことせんのにな。ほんとに。いや、せんよ、そんな。え、ほんと。全然せんせんせん、そんな。え、ほんとに。いや、やっぱそれは彼氏が悪いわ、さすがに。やっぱ、そう思うよね。そう思う、やっぱ。うん。いやー、どうしたん、話聞こうか。いいの、話聞いてくれるの。全然聞くけど。え、本当に。優しい。任してよ。任して任して。え、当たり前じゃん。え、ねえ、そう。ん？ん？え？ん？あ、やべ、宣伝忘れてた。はーい、YouTube チャンネル登録よろしくね。来週配信します。バイバイ。自己紹介しろよ。やべえ、忘れてた。ローザ。はい、どうも、1800歳児のローザンヌティストランドと申します。赤ちゃんの声真似超得意なんで、今日は赤ちゃんで参戦しにやってまいりました。赤ちゃんやった、皆さんどうでしたか？負けたわ。え、よっしゃ、勝った。負けたわ。え、もう結構自信あるから、もう一回やりますか？あ、本当に？いいですか？そう、いきますよ。どうぞ。泣かないで。泣かないで。これからはちょっとプロの赤ちゃん師としてやっていきたいな。ぜひね、この企画を受け継いで赤ちゃんとさせてください。はい、あー、やるか。来てくれる友達を募集して。そうですね。この私に勝てる人を探したいと思いますわ。あ、いや、ご本人様に許可いただいたんでね、やろうと思います。著作権なんかねえよ、この企画。いらねえよ、こんな企画の著作権。やばいよ、もう嬉しいわ、やったー。自由にやっていただいて大丈夫なんでね。 ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今後とも仲良くしてください、はい、実はこれ初対面です。そうなんよね。イエーイ、初対面の赤ちゃんバトル仕掛けてきました。いや、初対面だからこその赤ちゃんっていうところあるから、やっぱコミュニケーションの最初の赤ちゃんなところなんでね。そうね、やっぱね、赤ちゃんから始まりますからね。赤ちゃんから始まる人生と、まあ、人間関係ってところあるんで。はい、ありがとうございます。え、とんでもないです。あ、来週ホラゲやります。絵も描きます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ではありがとうございました。ロザンヌティスランドでした。バイバーイ。お疲れ様でーす。そう、初対面。そう、初対面です。初対面ですね。赤ちゃん、そう、今朝ね、赤ちゃんの赤ちゃんのイラストをいただいて、赤ちゃんのね、姿をいただいてね。赤ちゃんじゃん。どうしたん、話聞こうかになってしまったわ。ちょっと穴泣かれたら、心の中のねえ、心の中のなんだよ。あの、だからなった心の中のなんだ。よいしょ、最後みんなちゃんとしてるよな。よいしょ、水飲もう。いや、クオリティ高い、みんなこれ高いね。赤ちゃんやった。よいしょ。まあ、ということで次の方言います。泣きます。くるぶちを13倍に増やして、肩甲骨を27倍に増やしますよ。さらにお前の家に
おぞましい形をした獣の心臓をくりつけますよ。それからさらに、うわあ、クジさんの後ろに2メートルぐらいの赤い服を着た不気味な女の人が、ちょっとあの仲間って迫ってきてるんで、あの泣き止めってすごい顔して、あの今泣き止まれてちょっとやばいかもしれないです。あの今すっごい勢いで迫ってきてるんで、まあもう結構今遠くから1キロぐらい離れてるんですけど、はっくっきり姿が見えるし、もものすごい速度で迫ってきてるから今泣き止まれてちょっとやばいかもしれない、やばい、ちょっと早く泣き止んでお願いします、助けて、僕がやばい、うわぁ、中がだ、大丈夫ですか？あ、間一髪、あのプロテイン持ってきてから追い払えたようですね。じゃあまだ泣いていいってこと？いやいや、プロテインが、プロテインに感謝して喜ばないといけないかもしれない。プロテインに感謝しなきゃいけないんですか？プロテインに感謝しないとプロテインが筋肉を与えてくれないですよ。プロテインに感謝す、ありがとう。プロテイン、ありがとう、プロテイン、そんなプロテイン万能すぎるんです、ありがとう、なんで、なんで、ありがとう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 、でも勘1キロ先なら間に合うだろ、またいや、時速すごい速度で迫ってたからねものすごい速度いや、プロテイン、プロテイン、プロテイン成功かな、成功、成功でよかった、プロテインなんで成功ですね、これよかった、じゃあということでプロテインのおかげだった、プロテインのおかげで、はい、よかった、プロテインじゃなかったら危なかったかもしれない、プロテインじゃなかったらちょっとまだ泣き止んでなかったかもしれん、かもしれん、あー危ないところだったな、実際プロテインのおかげで説はある、うん、ということで無事成功しましたんで自己紹介と宣伝をお願いします。はい、はい、かわいい顔とふにゃふにゃボイスであなたにホラーとバイオリンスを届け、 VTuber どもみきレオです。普段はホラーゲームとか、あとバイオレンスな感じの死にゲーとかアクションゲームとかそれからなんだ、それからあの気が狂ったショート動画とか上げております気狂わそう、みんな、うん、気狂わした方がいいね、まあ、そまあそんな感じのノリで、いや、なんとかゴリ押しした感じ確かにゴリ押しやったよゴリ押しや最終的にまさかプロテインに頼ることになるとはプロテインのおかげ説はあるね、やっぱ、うん、1キロプロテインがなかったマジで危なかった、そう1キロか、1キロなら1キロ先からあのものとんでもない速度ね、もう、うん1キロならいいかなって思うと思うの、1キロって言ってる間にあのもうあの15メートル先そばまで来てましたからもう引かれとるやん、俺危ないですね、もう引かれてましたね、キックバックのね米津玄師みたいになるところだったあそこのシーンでもプロテインがあったから助かってた、プロテインのおかげ説はありますいや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 、今回は来ていただいてありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、また何かの機会にぜひぜひ、そうですね、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、お疲れ様です、お疲れ様です、これからもあのそれちゃんもこれからも頑張ってプロテインちょっと続けてくださいしゃるいんだなありがとうございました、プロテインは、まあ、万能アイテムということでね、あのプロテインじゃなかったらダメでしたね、いや、なんかさっきもプロテイン畑あったからな、さっきもプロテイン畑があった俺、まあ、なんでプロテインで許されるかって言ったら、まあ俺がさっきプランクしたからですね、俺がプランクしたから許されてますね、これはプロテインで、ということで次の方いきますか、紙一重ですね、これは泣きましょう、申し訳ございません、このテストで110分バブバブコース終わりになってしまったんですけど、追加延長になる場合はまず先に旅費のお支払いお願いしたいんですけど、よろしいですか、いくらですか、
38万6000円になります。もう違う、もう違う、少々お仕方、ただいま違うスタッフを呼びいたします。違うスタッフ。お兄ちゃん、おい、金持ってないのにうちの店来たんか。あ、なんでそんな高いなんて思ってなくて。ちゃんと料金説明したやろ。赤ちゃんだから。ここは風俗店や。赤ちゃんだから。お、払うんか。赤ちゃんだからお金持ってません。おもろいこと言うな。赤ちゃんなんで。もう夢の時間は終わりや言うてんねん。もうそれ以上やりたいんだったらここでお金払えと。もうさっきから説明しとるやろ。あ、払えへんのか。あ、親んとこ行くぞ。ママ。あ、ママ。あ、まあ、手数料込みで100万ぐらいになるかな。うん、今払うか。あ、今払ったらいくらなんですか。56万。怖い。無理です。無理です。何したらいいですか。うちの店で働くか。うちの店で働くか。僕が赤ちゃんをプレイを、赤ちゃんプレイをあやす側になるってことですか、もしかして。まあそういうことやろうな。なるほど。え、やれんのか。任せてください。僕赤ちゃんの真似してたんですよ。そんなことでいいなら全然やりますよ。ただ、はい、相手は金持ちのド変という。どうやろな。自分顔いいからな。金のためならやりますね、全然。うん。だってまたその金で赤ちゃんになれるってことですよね。まあそういうことかな。うん。全然やりますよ。じゃあ今日のところはこれでおしまいや。赤ちゃんになっていいんですね。ん？払えっつってんの。これ以上赤ちゃんになるんならまた別料金かかるから。やだ。いやもう、いや今どうすんの、じゃあ自分。この今までの赤ちゃんプレイの料金どうすんの、踏み倒すんか。20、あ、じゃあ20人分の赤ちゃんってことですよね。うん。払うんか。払います。払わんのか。払います。うん。人に戻ります。さっさと ATM 行ってこいや。はい。成功ですね、これは。ああ、よかった。地声出しよかった。いや、高すぎだろ。いや、あのね、初めはね、3万8000円ぐらいのちょっと現実的な値段にしよっかなって思ったんだけど、30? それだと普通に。確かに。それだとちょっと。確かに払う説はある。あの、払え、絶対払えそうだから。はい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 。まあ、ぶったころかなって思って。38万。38万。頭悪すぎるやろ。やばすぎる。アドリブだから。アドリブ。まあ、ということでね、無事成功しましたんで、自己紹介と宣伝とかあれば、どうぞ。バーチャル青森で活動しているバーチャル赤字おじさん、クライス・ハンニバリスです。普段は、まあ、ゆったりとゲーム配信したり、うん、たまに土地狂って、ツイッターで自分の食べる料理を、料理の調理風景を撮影して、それを食べるだけの配信を撮ったりとか。生きてる感ある。あとツイッターに関しては、公私混同というか、結構たまにエロいのを投稿する時があるので、それがダメな人はちょっと注意してください。見てください、未成年の方は。じゃあです。見てください。はい、あと普段はこんなこと言いません。いやいやいや、もうありがとうございました、今日。
うん、こちらこそ。面白い企画でした。ありがとうございます。じゃ失礼します。はい、またどうぞ。38万。しかも延長が38万やからね。あのあれなんですよ。延長が38万。稼ぎだろ。まあ、ということでね、次の方いきますか。今ちょっとアラームつけてなかったよな。よいしょ。ということでね、次の方いきましょう。泣きますね。出していいんですか？いいんです。いいんですか？ ありがとう、聞きたい。本当にいいんですか？いいです。まだやった、耳が嬉しい。まだやった、赤ちゃんでいなくていいんですか？僕が。いいです、私の耳が幸せなんで、今の時間はお兄さんでいてください。どっちがやば、需要がある方に俺は行くんで。俺は需要がある方に行くんで、今回はお兄さんの声の方が需要があるってなったんで、今は少なくとも画面の何割かを占める黄色い物体はお兄さんの声を所望しております。やっぱ赤ちゃんなんて間違えだったんだ。やっぱ需要、いや、そう、やっぱ成功です。やった、いや、需要と供給を教えてくれるってのはやっぱ大事ですね。やったー。やっぱ需要のあるものにしか配信者はいかないんで。はぁ、まあ、無事成功しましたんで、自己紹介とご宣伝をお願いします。はい、どうも皆さんこんにちは、ノアの電波帳という YouTube チャンネルをやっております、人妻人外 VTuber ノアです。よろしくお願いします。トズマがこんな企画に参加していいのかよ。あの、初めてなんです、こういう企画に参加するっていうのは。なんかコラボ初めてですけど大丈夫ですかっていうね、丁寧に言っていただいて、はい、逆にこちらこそコラボ初めてでこんなバカみたいな企画参加して大丈夫ですかって思ったけど、あの最初このなんかぬいぐるみ系ボディでいけるかと思ったら、それどころじゃない方法しか出てこなくて、すごい焦った結果もう この方法を取りました。それどころじゃない方法ってのは、ちなみになんかこう皆さんのそのなんか精神攻撃がすごくて、絶対正当法じゃ泣き止まねえと思って。確かにそろそろな、正当法じゃ泣き止まない赤ちゃんになってきそうやからな。正直あの喉を痛めかけてるんで、今あの病院って薬もらってきたぐらいなので、ちょっとあの赤ちゃんやりたくなかったんですよ。よかった、ほんとよかった。お大事にしてくださいよ。ありがとうございます。でもあのお兄さんの声大好きなのは本当なんで、 ありがとうございます。あのまた聞きに行きます。またお願いします。また聞きに行きます。よろしくお願いします。あの、はい、赤ちゃんじゃない時にまた呼んでください。はい、お願いします。その時はよろしくお願いします。ぜひぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。なぜ皆さん初コラボをここで選んでしまうのか、
あーお兄さんの声でよかった。お兄さんの声もっとってよかったな。じゃあ次の方いきますか。あー疲れた。はい、じゃあ次行きましょう。よいしょ。あー喉が喉が泣きます。どうしたの？トイレ大丈夫？ママいなくなっちゃったね。ママどんな見た目してるのかな？教えられないよね。赤ちゃんだもんね。赤ちゃんだから。ところで、ここまでやってきてどういう気持ちですか、今。初対面の人もたくさんいる中で、その泣きわめくというのはどういう気持ちでやってるんでしょうか。あと5人も残ってますよね。この3連休にどういう気持ちでやってるのかお気持ちをお伺いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。はい大丈夫ですか。どういう気持ちですか。軽い気持ちで本当軽い気持ちでツイートしたことがもったいりバズっちゃって、でも、もうやるって言ったから。まあ自分の発言には責任持った方がいいですよね。そうです、責任持った方がいいと思ってて、ね、だからやってて、はい。でもこの配信やっててちょっと楽しいかなって楽しいタイプ、楽しくなってきたなって思ってる自分がいて、それが許せなくて。許せない。ちょっとやばいかもね。それやばいかもね。やばくなってるなって思ってて。配管を覚えちゃったんだ。そこまでは言ってないっす。ここまではまだ普通の精神男性をしてたい。あ、うん、ちょっともう無理かもしれない。もう結構やっちゃってるかもね。やってるんすか俺。もしかしてリスナーさんももうやっちゃってるって分かってると思う。そうですよね。いや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 、通じてるよみんなにも。大丈夫大丈夫、需要はある。いや、こんな配信またやってたら俺おかしくなっちゃいますよいや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 、求めてる人絶対いると思うんで続けてください。泣き止ませたいのか俺を。本当に俺を狂わせたい側の人間じゃないのかそれは。いや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 、今は泣き止んでいただいて、今度なんか耐久とかでずっと泣くっていうのも面白いんじゃないかなって思います。ずっと泣くずっと泣く。あー、でもお気持ち聞けてよかったです成功かな。 ありがとうございます。俺の心は泣いてるけどね。俺の心は泣いてる。あ、初めまして。初めまして。初めまして。急に刺してすみませんでしたマジで精神攻撃がね一番来るよね一番来る。もう刺されすぎとる。いや、せっかく初めましてなんで刺していくかと思ってやっぱね、刺し越してくださいよいや、初めましての方がやっぱ鋭くなるんで、まあ 確かに、その今だからできる攻撃を。確かに今だからこそのそのま、なんか汚れのない刃やった。確かにありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ということで成功しましたんでね、自己紹介とご宣伝をお願いします。はいはい、ありがとうございます。チェキラー、推し布教大好き星野キーです。YouTube で配信や動画で推し布教をしてます。ディズニーのチップが好きでキングダムハーツのゲーム実況をしたり、ディズニーランドの Vlog を投稿したり、リアル脱出ゲームが好きで感想動画やプレイ動画を投稿したりしています、うん、もしよかったらチャンネルや Twitter にも遊びに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。リアル脱出ゲーム、リアル脱出ゲームいいっすよね。あ、楽しいですよね。1回しかやったことないんですけど、うんうん、ハマって。あ、でも1回やったことあるだけで素晴らしい。めちゃめちゃおもろいんで、ちょっといや、ぜひやった時にぜひ感想を見に行って行かせていただきますよ。 ありがとうございます。オンラインもあるのでぜひ、配信可能なのもあるのでやってみてください。やります。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。残り30分頑張ってください。失礼します。あ、ありがとうございます。はい、そう、初めましてばっかなんよね。俺さ、俺一つ心配なことがあるんやけど、俺さ、これ初めましての人になんていうん、このとつまじ来るじゃん、とつまじ来てもらうじゃん、思ったよりキモいなって思われたらどうしようって思ってるんやけど、思っとるよりキモかったなって思われとったらどうしようって思ってるんやけど、いや俺は思うよ、思ってるよりキモいなこいつって思うもん。心配一つだけ、いやいや、いっぱいあるんやけど、もう一つじゃないんやけど、そうなったらキモやらねえよ、キモさ俺にするわけねえだろ。あー、初見ですけどいい感じです。いや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 、後々に響くね、後々に響くわ。予習してきたんで大丈夫。いやマジで、マジでほんま初めましての人が多いな今回。いや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 、ありがたい話ね、こんな企画に。お邪魔しました。想像より赤ちゃんがすっか、赤ちゃんですごかったです。ありがとうございます。いやもうえぐいね、赤ちゃんになっとるかもしれない、もしかしたら。赤、いやーやばいなぁ。なんか、頭おかしくなってる、だんだん。だんだん頭おかしくなってきた。酒飲んどるのもあるし。ああ。そう、ナイフ突き立てられてるからね。よいしょ。なんか飲もうかな。トイレ行ってきていいですか？あ、トイレ行ってくるんで、さっきダマ買ったんですけど、クゼアイが、さっきダンマ買ったんですけど、クゼアイがかっこいい最高ってダンマクしててください。ここだけでも、ここだけでもなんかか、あ、この配信ってすごいんだって思わせるように、ここだけでお願いします。トイレ行ってきます。ほんまに弾幕してくれとるやん。ありがとう。ありがとう、みんな。はぁ、あ、地獄だよ、ここが。まあ、地獄だよ。いやということでね。ということで、ラスト。5人です。ついに。ついに、あとで、あと5人です。あと5人ですよ。ついに、やっと、やっと終わりが見えてきました。ということでね、ちょっと、あ、時間になっちゃった。やばい、ちょっと、酒、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ラストスパートですね。待ってくださいね。こちら。うん。アラームが、ちょっとできてない。よいしょ。よいしょ。じゃあ、泣きますね。じゃあ、泣きます。泣いちゃってるの。大丈夫よ。
仕方ないな。今からいい子で泣いてあげるか。何出るだしょ。大丈夫大丈夫。泣きゃね、怖くないよ。大丈夫だからね。よし。眠れ眠れあなの胸で眠れ眠れあなの胸でダメだ。のもありか。一瞬笑ってなかったか今。大丈夫、怖くないよ。大丈夫、大丈夫、落ち着いて。はい、深呼吸。はい、吐いて。で、吐いて、吐いて、で、吐かないで。で、吐いて、落ち着いた？大丈夫？ああ、大丈夫大丈夫。あ、ここに電池あるからね。出したいものは全部出しちゃって大丈夫だからね。はい、よしよし。はい、よしよし。ほら、いないいない。ああ。いないいない。ああ、よし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 。笑っていい子になったわ。いこいこいこ。よし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 。成功や。やったぜ。よう分かっとるね。一番辛いのは、赤ちゃんが泣き止んで笑っとるところをやるところが一番辛いって分かっとるね。マジで、赤ちゃんの気持ちで笑うのが一番辛いんよ。うん。でしょ、お疲れ様です。もう長い間ね、ちょっと いろいろとえぐられてるのもあるからね、たまには癒しができるまで、こんなちょっと地味な声ですが、癒しになればと思いましてね。でも、よかった。よかった。まあ、ということで、無事成功しましたんで、まあ、宣伝と自己紹介と、お願いします。どうも、私、ルドーラと申します。普段はね、のんびりと配信、ゲームの方、ちょっとね、配信垂れ流しながら、のんびりとやっておるものでございます。まあ、バスへの配信なんでね、うん、本当に暇つぶしにも遊びに来ていただけたら幸いです。いい声でしたですね。ありがとうございます。来る人来る人みんな言ってくるんですけどね、個人的にはもうちょっと爽やかな声にはなりたかったっていうのはあるんですけどね。まあでも、爽やかな声もいいし、その、ダンディめな声。ダンディめな声ってなんだ。ダンディめな声。そう、ダンディめな声、の良さもあるしな。ですね。ただ、歌うレパートリーが狭くなっちゃうのがどうしてもね、一人声だとあるんでね。いやでも、あ、もう、うん、いけますよ。頑張るか。信じてる。ありがとう。まあ、ということで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。ええ声やったね。ええ声やった。泣きやみそうやったね、途中。イケボのね、その、ダンディめな声の、ダンディめな声の実況やっぱいいよね。ダンディめな声の実況いい。一番辛いのは、赤ちゃんのテンションで、いないいないばーで笑うのが一番辛いんよ。わかる？うまいな。よいしょ。まあ、ということでね、次の方行きましょうか。何人目だこれ ?27 番目?よいしょ。泣きましょうか。究極の愛が、え、ちょっと、え、待って、どの男の子供産んだのよ、は、
で誰のこの赤ちゃんがクゼアイコ推しの子じゃなくて推しが子ってこと？やば、うちの子キャワーイエーイ。待って、コール&レスポンスがしやすい泣き方をもうマスターしてるわ。はい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 、おぎゃあ、はいはい、おぎゃあ、投げおしゃぶりして、投げおしゃぶりして、やった、取れた、鳥的に締め替えの時間かな。待って、次なんだと思う。マジね、ムーニーマンだと思う。待って、やっぱりムーニーマンだ。ムーニーマン、他の人にも教えてあげなきゃ。待って、ガラガラ、次ガラガラだよ。あ、やった、かわいい、やった、やった、待って、はい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 、ファン刺して、ファン刺して、指差し、指差しやった、指差しの次は、指差しの次はウインク、ウインク、ウインク出るか、ウインク出るか、はい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 、あー、かわいい、両手作っちゃったけど大丈夫、かわいいよ、かわいいよ、あー、かわいいよ、食べちゃいたいくらいだね。なんだこれ。まあ、まあ泣いてはないからな。泣いてはないからな、泣いてはないから成功です、うん、やったー、イエーイ。いや、はあ、自己紹介とご宣伝をお願いします。はあ、性癖山盛りてんこ盛り、寝取られそうで寝取られない、肝耳かしゅごほうろり一妻 VTuber、 ニーズマネトラじゃよってことで、まあわしの性癖はね、さっき言ったような感じで、あ、大丈夫なんで、はい、あ、軟体妊娠、あ、失礼しました、下に、あ、ごめんなさい、人様のチャンネルで、来週の文学フリマで、わしが寄稿した小説が、出されるので、もしよかったら見てくれよな。やばいんよな。もう、もう止まらんもん。止まらなかったもん。ああ、ちょっとね、迷ったの。何をですか。誰の子用ネタをずっと引きずろうか。そう、誰の子用なんかなと思ったらアイドル始まったからな。こういうネタはちょっとやっぱり気持ちが入りすぎて R18 にいけないなと。赤ちゃんがね、ちょっとかわいそうな目に遭うかもしれんからね、やっぱり。ちょっとやっぱりね、そこら辺はね、うん、わしも性癖を司るもこうね、はい、守っていかなきゃいけないと思いますね。ご配慮に感謝しなきゃいけないですね。いや、感謝して、ありがとうございます。これが18禁 OK だったら、ね、バンバン出してる。FC2 でやるわ、その時は。楽しみすぎる。やんねえよ。まあ、ということで本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、お疲れ様です。最後なんて言った。おえんおえん、やらねえよ、 FC2 やんねえから。よいしょよいしょ。まあ、ということで次の方ですね。次の方待ってくださいね。もうちょっと水飲んでいい。もう疲れた。よいしょ。まあ、ということで次行きますか。よいしょ。じゃあ、ちょっと待って、アラームが。泣きます。ご利用内容確認いたしますね。赤ちゃんプレイでオールオプションですね。お客さんたらもう赤ちゃんになっちゃって、しょうがないな。おざぶりな子いちゃったから泣いちゃったのかな。じゃあ新しいのつけようね。
ギャグモール あれもしかしておしゃぶりじゃなかったのかな。じゃあこっちかな。金属と革のおむつ、しっかりやめようね。じゃあこれについてる鍵は保護者の方に渡しておくね。え、保護者の方いないの？でもさっきそこですれ違った緑の髪のお兄さんはじゃあ一体何だったの？口塞がっちゃったね。かわいいね。とっても君に似合うと思うよ。ありがとう。本当にプレゼント包囲。これで物理的に黙ってしまうね。ドラえもんハゲてきちゃったからもうちょっと寄せるんだけど。暴れてて。あはい、お時間、はい、成功ですね。これはありがとうございます。あ、声戻んなくなっちゃった。いや緊張してんのこっちは。お前わかる？いや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 、え、感謝感謝、はい、感謝感謝。あのちゃんと全部クゼン用のサイズに合わせて、このギャグボールを作ったんです。いやそう、これね、あのかつけるじゃん、ぴったりなんやけど。え、いやちゃんとね立ち絵に合わせてぴったりなんやけど、ちゃんと。ということで、まあ成功なんでね、はい、自己紹介とご宣伝とかあれば、はい、はい、一応セルフジュニックと銘打っておりますが、最近はただのおバターのある配信者になっております、青井優乃です。ガチガチの、クゼのオタクです。よろしくお願いします。よう来たね、よう来たな。本当に緊張してるから今。本当にね、これのためにだけに来てくれたんやなって思うとありがたいね。ありがとうございます。これやるだけに来ました。いやマジなんか雑談のところになんか、そう、雑談ボイチャに、ボイチャじゃないディスコードにチャンネルがあるんやけど、急になんかおしゃぶり作りましたって来て開いたらギャグボールやったよな。しかもつけたら完璧に合っとるし、ちゃんと口のね、お口の形も加えてるのに合わせて、そうなんやね、2種類用意させていただきました。そう、こだわりがここの、見えますこれ。あ、これ逆ボールだけなくなった。絶対ね、似合うと思ったので。絶対似合った、まあ、確かにね、緑のお兄さんにも許可を取って。どこに許可取っとるんだって。保護者として出していいって言ったら、いいよ、俺は NG ないよって言ってくれたから、ありがとうって言って。なるほどね。ちゃんと鍵は渡しておきますので外してもらってね。はい。はあ、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ今後とも何ともよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ではお疲れ様です。お疲れ様です。はい。ドラえもんよ。ドラえもんが逆ボール持ってくんな。俺完璧に合うよね。びっくりした。合わせた時に。あ、逆ボールはちょっとあのもう外すんですけど。こっから全部逆ボール出たらやばいやろ。よいしょ。君に似合うと思ったんだ。君に似合うというか君と口の大きさが完璧に一致してたんですよね。びっくりした、その時。え、一人やんってなったもんな。ということで次の方いきますか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。やばい、ゲップが出る。ちょっと待って、な、仲間にゲップが出る。うるさいな、なんで嫌いになってんだよ。なんだよ、なんで泣いてんだよ、泣かないよ。なんで僕が泣きやませなきゃいけないんで、おかしいじゃないか。
もうどうしていいか分かんないよ。コウモリなんてしたことないわけだよ。黙れよ。あ、もう分かんないよ。どうすればいいんだよ。僕はただの計画だぞ。おかしいじゃないか。泣きたいのは僕の方だよ。泣かないよ。お願いだから。あ、泣かないでよ。お願い。おかしくなりそうだ。父さん助けてよ。こいつを、こいつを僕がエヴァに乗って止めるんだよ。どうしてる。あ、父さん黙ってくれるか。お願い。首を絞めれば黙るのかよ。お前を黙らせる。僕が黙った黙ったか。もっと締めればいいのか、この新次くん、やめて、新次くん。あたしさ、うすか、うすか、あたしよ、新次、うるさい、やめて、止まれ、止まれ、新次やめるのよ。うるさいな、純愛だよ。これが僕の純愛だよ。新次、やめなさい。やめると思うな。やめろ。大義だよ。静かになった、静かになった。純愛だ、これが僕の純愛だよ。こっちは大義だよ。大義だよ、こっちは。赤ちゃんが大義なんだよ。僕の友達は最強なんだ。僕の友達を汚したお前はやっぱりここで倒す。ユウタ、シャケ、いくら？おかしいよ。ただの絶対。まあ成功やねこれは。いくらでもやってほしかったもんな。いくらでもやってほしかった？いやいや、何やってもいいって人から来たんだけど。いや、もっと聞きたかった。あ、本当に？もっと。おかずなんか信じなんか分からんやつ。私も分かんない。分からんかった。まあ、無事ね、成功しましたんで、自己紹介とご宣伝がありましたら、お願いします。はい、皆様こんばんは。天使部神出鬼没のお姉さん、天使乙女系 VTuber のひなまりりこと申します。これもよろしくお願いいたします。はい、こんなんですけどね、あのオンオフが激しいタイプと言われておりますが、宣伝はほぼ毎日何か配信をしております。すごい。今日もねこの後何かやるとは思いますが、皆様よければね、あのぜひこちらのチャンネルの登録、高評価まだの方いましたら、ぜひ皆様お知らせのようお願いいたします。え、ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。私もぜ、私もお前よ。そしたら、あの概要欄ありますんでね、あのぜひ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 。はい、まあ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 、まあ、長い戦いもねあと一人ということなんで、まあ、頑張ってくださいというとこですが、ありがとうございます。どうですか、息抜きにはなりましたか？いや、おもろかった。あー、よかった、よかった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 。いや、あー、よかったよかった。ネグレクトしとったね。いや、だいぶね、もう事前にね言われた段階からね、え、育児放棄してに来ていいのって言われたから、いいよって言われたから、じゃあ行く、イカレ信じて行くねって言ったら、オッケーって言われたから、まあまあ確かにイカレ信じは育児わからんよ、わからないよ、しょうがない。しょうがない、しょうがない。ああなってもしょうがないから、もうで首絞め分かってくれたの本当に助かった。アスカ、アスカかわいそう。いや、今回首絞められたのはあなた方ね。確かに。いや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 、ありがとうございました。期待で。いやいや、まあまあ、これで絡むの、まあ、2回目でこうお話する確かにわけですけども、また何かね、何かありましたら、ぜひ、ぜひぜひ、お願いします、その時は。はい、ではでは、お時間もね、ちょうどいい感じの切り合いなので、確かに一旦ここらで失礼いたします。はい、ありがとうございました。はい、それでは、見てる皆様、今まで出てきた皆様のチャンネル登録、ツイッター、フォローなど、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。失礼いたします。はい。バイチャ。お疲れ様です。おい、最後に、最後にやってきたぞ、あいつ。おい、最後にやってきたな。バッチリ入ったけど。おい、センシティブだろう。ということで、センシティブだろう。よいしょ。まあ、ということでね、次の方いきますか。次、最後ですね。長い戦いもこれで決着だ。よいしょ。はぁ、よいしょよいしょよいしょ。捨てゼリフならぬ捨てリップやったね。捨てリップってなんだ、使い捨てリップか。よいしょ。
泣きます。あらららら、あいがくんどうしたの？なんか悲しいことあった？あ、悲しいことあったの。でもね、大人になったら悲しいことがあって泣いてても誰も助けてくれないんだよ。自分でどうにかする方法を考えようよ。あー、どうしたの、どうしたの、まだ泣いてるの、泣いてるの、どうしたの。あ、お腹すいた、あ、お腹すいたの。あ、どうした、お腹すいたとか、お腹すいて泣いてるのかな。でもね、お腹すいて泣いているところで誰もご飯をくれたりしないんだよ。仕事から帰ってきて自分でご飯を作って食べて洗い物をして寝て朝起きて朝ご飯を作ってまた仕事に行く。それをしないと生きていけないんだよ。あ、どうしたの、どうしたの、苦しいことあった、どうしたの、苦しい、あ、苦しいのか。苦しいことがあるからって泣いてるだけじゃダメなんだよ。何が悪かったのか、何をすればいいのか、どうすることが最善の選択なのか、それを自分で考えないとダメなんだよ。嫌だよ、考えたくないよ。宇部くん、これが社会だ。やだ、もうやだ。何が嫌なんだい、生きていくためには大事なことなんだよ。それの何が嫌なんだい。だって僕たちが苦しむことで喜ぶ人がいるんだよ。誰が。だってほら、子供とか休日の方とか。はい、お疲れ様です。確かに俺が苦しむことで喜んどるリスナーもおるからな。そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうニュアンスですね。でも最後に、うん、もう一回突然の赤ちゃん聞きたくないって心があるんですけど一緒に赤ちゃんしませんか。あの、多分今配信見通してると思うんですけど。え、知らない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 。まあまあ、一旦一旦してると思う、一旦ちょっと相談で、うんうん、今してると思うんですけど。はいはいはい。あの、こうやったら受けますかね。受けます受けます。赤ちゃん赤ちゃんだった。赤ちゃん受け受ける受ける。ミト回答して。あ、ちょっとミト回答するわ。いやでも、いや、やるしかないかな、さすがに。でも、やっぱ最後はさ、ま、やっぱ、やっぱほら、ま、さっき言ったら需要と供給ですもんね。そう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 、やっぱ。あ、なるほどね。じゃあ、え、需要あるかな、自分の赤ちゃんに。あるある、あります。恥ずかしかったら一緒にやるからさ。あ、でも恥ずかし、もう配信者なんで恥ずかってもね。やばい、え、やってくれるんですか、やっぱり。やりましょう。やった。じゃあ赤ちゃんで自己紹介と宣伝お願いします。12歳、地獄の人間学なんぞ、見えてゲームして、見知るて誰にからうして、この後22時から雑談があって、終わったらツイッチでゲームします。あとなんだ、あとなんだ、なんか幅広いこと、歌見たとかもやってるんで聞いてください。序盤ノイキャンで何も聞こえなかったのも終わったか。チャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。お願いします。いや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 、なんかもう俺苦しいよ。苦しいか、俺が苦しいよ一番。いやでも、それもそう、うん、これね、あの、今気持ちが勝ったわ。最高やね。あ、そうですか。最高。あの、人の赤ちゃんの声聞くの最高やわ。なんか、あ、ちなみに赤ちゃんやった人って
最初と最後だけやね。なるほどね。最初と最後だけやね。ちょっと今もミュートしてると思うんですけど。うん。面白かったですか、この流れ的に。全然もう。え、これバズる自分。バズるバズるバズる。いやなんかやっぱ日常的に赤ちゃんやってった方がいいと思うやっぱ。なるほど。やっぱ赤ちゃん大事やなと思って。俺もな、俺なんかまあこの機会以外にもやっぱ赤ちゃんをねやっていこうかなって思うから。一緒に赤ちゃんやっていこう。あ、そう、久世さんもやる。あ、そう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 。あ、恥ずかしくない全然。いや今の見て恥ずかしいと思ってたらもう終わってるから。全然そうそうやっぱ。こんなんで恥ずかしくないからやっぱり。まあ配信って配信だから。配信やからねやっぱこれ。うん、そう。赤ちゃんやる余裕やからやっぱり。あ、じゃあ会場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 。あ、ちょっと、あ、すいません、ちょっとあの音声が乱れてました。あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。なるほどね。じゃあちょっと今後、うん、あの頑張って赤ちゃんやっていこうと思います。いや、よろしくお願いします。その時ぜひ赤ちゃんコラボ。赤ちゃんコラボやだな。え、これ？何これ？地獄だよ本当に。こんなのってないよ。こんなのってないよ。あんまりだよ。無理だよ。いやでもナイス赤ちゃんやったな。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、はい、まあ、ノイキャンが若干入ってたんで、ぜひもう一回ちゃんと宣伝してください、今回。はい、改めまして皆さんどうも、地獄の人間ごっこ通称久美と申します。ほぼほぼ毎日ゲームやら脱ラやらやっておりますので、よければお暇があれば見に来てください。お願いします。もう赤ちゃん根性あるんでね。もうノリが基本的にいいので、まあうん、うん、おもろいと思います。絶賛やね。でこのあとね22時からあの配信があるのと、配信が終わりしてまた別のゲーム配信すると思いますので、うん、よろしくお願いいたします。ジャンキーやね。ジャンキーですよ、ゲーム好きなんでね。ジャンキーや、赤ちゃんになっちゃうそんなの。赤ちゃん、ああもう、うん、なろうかな。なっちゃうよ、赤ちゃんになっちゃおうか。なっちゃいな、赤ちゃんになっちゃいな。赤ちゃんになるか、赤ちゃんになるみたいなんで、ぜひチャンネル登録。まあ、あの今現地撮ったんで、あの赤ちゃんが見たい人は、あ、まあ、俺じゃなくこの人見てください。話が違う。いや、やっぱよろしく。赤ちゃん、ありがとうございます。赤ちゃん、ありがとうございます。あ、なるほど、うん、まあまあそういうことでね、いいお時間になりましたんで、今日は来ていただいてありがとうございます。いやいや、こちらこそ面白かったです。怖ければよかったな。いや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 、また来てください。意味のわからん企画やったら、ぜひぜひ。まあ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 。あの、前回のね、企画も楽しませていただいたんで、また参加させていただきますよ。存在しない記憶とつまちね。そうそうそう。ぜひぜひ、もう次の機会ありましたら、多分次、はい、まあ、12月ぐらいにあると思うんで。おーおー、いやいやいや、楽しみです、楽しみです。はい、ありがとうございます。はいはい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。はい、ということでね、無事に無事無事無事かわからないんですけど、赤ちゃんとつまちがね無事かわかんないんですけど、終わりました。俺以外にも、俺もやけど負ったし、来た人もやけど負ったかもしれないんですけど、まあこれはまあ同士打ちということでね、勘弁してください。まあそういうことで、いろんなね、とつ者さんが来てくださいました。概要欄の方に今回来てくれたとつ者さんのね、あの概要欄、チャンネル登録、チャンネルとか、ツイッターとか、あとツイッチもある方、ツイッチのね、あの URL も貼っておりますので、よかったら、よかったら、普通に登録してください。チャンネル登録とかね、チャンネルフォローとかしてください。まあ、今回ね、5分っていう短い時間しかなかったんで、あんまりね、その、突者さんのね、身の上話は聞かん、身の上話じゃないの、なんていうかな、とつ者さんの、いろんなね、気になることとか、あとで思うんですけど、あまり話せなかったんで、まあ、知りたいなって思った方とか いましたら、ぜひぜひ、登録して見に行ってあげてください。はぁ、あ、間に合わなかったっけ、赤い部で、赤い部
アーカイブか。見てくれ見てくれ見てくれ。楽しかったね、ありがとうございます。来てくれてありがとうね。お疲れ様でした、お疲れ、ありがとう、楽しかったです、お疲れ様でした。全然ほんま喉大事にしますわ、喉大事にします。みんな面白かったね、マジで。いや感謝感謝やわ。いやまずやっぱこういう企画に参加しようって思う人間はね、あの面白いって面白いっていうのを、なんていうの、面白いことをしたいなって思う人間ってのがね、やっぱね伝わってくるんで、すごい助かりますね、すごい助かります。やっぱまあ、俺のとつまち企画ってあんまりその自分から誘いに行かないんですけど、まあ、それはなんでかっていうと、その、まあ、誘うとやっぱりちょっとなんていうかな、本当はやりたくないけどでも誘われたからやっちゃうってことがあるかもしれないんで、まあ、今回みたいな感じのあのやばいやばちょっとやばいような企画内容は、まあ、あの募集してやりたいなって思ってくれる人に来てもらいたいなって思ってるんで、まあ、今後もねとつまちするときは募集形式でやっていこうかなと思います。ありがとうございました。もう来ていただいてザザザバース。いや今回ね初めましての人が多いからマジで若干ね、もしかしたら明日ブロックされてんじゃないかなって思いながらやってるんやけど。まあよかったら仲良くしてください。もうその初めましての方はね、よかったら仲良くしてください。思ったよりキモいなって思われてもしょうがないんで、のでざわります。もうありがとうございます。お疲れさん、ありがとうございます。お疲れさん、ありがとうございます。まあね、志願兵でね、今回は、志願、募集しましたんで。次やるときは、まあ次、まあ、本当は今月もう一個ね、やろうかなと思ってるんですけども、今月やるとしたら、まあなんか即興劇かな？即興劇とつまちっていうのがあって、前回やったんかな？前回やった、ルーレット3つ用意して、まあシチュエーション、なんか、関係性とか、あと、どんな仲かとか、あと、決め台詞みたいな感じの、ルーレットを用意して、3つ回して当たったやつで、即興劇やるみたいな感じの、とつまちやるか、まあ、12月になったら、まあ、これやらずに12月になったら、まあ、一夜限りの恋人とつまちになります。なぜかみんなは、とつに来た人は、魔法がかかって、一夜だけ、昔からね、俺と恋人だった設定で、昔から俺と恋人だったっていう記憶が植え付けられて、まあそのシチュエーションを勝手に想像してもらって、とつまちに来てもらって、最終的に俺が振られるっていう配信なんです。とつまちなんですけど、多分それを12月にやる予定です。まあ前回ね、恋人面とつまちっていうのをやったんですけど、まあそれみたいなもんですね。前回っていうか、去年かな、去年の、夏ぐらいに、恋人面とつまちっていうのをやって、まあそれでね、12人に振られました。まあ、今回もね、何人に振られるか分かんないんですけど、まあそういう企画をね、12月にやろうかなと思ってます。まあ、ぜひぜひね、参加したい方とかね、いましたら、見たい方とかいましたらね、言ってください。言ってくださいってなんだ言ってくださいってなんだまあ12月なんでやろうかなと思いました。12月なんでね、クリスマスイブが近いんで、クリスマスイブが近いんで。はい、ということでね、今日の配信は以上となります。告知なんですけど、あ、まあ今告知したか、だいぶ告知はないか、別に特にないんで、特にないです。まあ、よかったらね、皆さんぜひぜひ今回トツしてくれた方のね、チャンネル登録とかね、いろいろお願いします。あと俺のチャンネル登録と、高評価もお願いします。ということで皆さん、あ、この配信ちなみに、どこ切り抜いてもいいんで、あ、まあでも、あ、いいかいいかな、まあ、まあ、いいと思うよ、いいと思う、いいよ、いいと思うよ。口よあれ、口あれ、ほんまね、口よあれって感じなんですけど、七歩とかあればよかったんやけどね、今回撮ってないんで、この土日は撮ってないんでね、今回この土日七歩撮るって宣言しなかったから撮ってません。本当せい、あれやね、有言実行の音かやね。言ってないことはやらんないな。まあ、ということで皆さん、今回は、あ、苦しんでる七歩。あ、これ、閲覧注意な、待って、閲覧注意の物件なんですけど、俺が首を絞められてるシチュエーションボイスが、先週上がりました。サムネイルは至ってシンプルなんですけど、なんかちょっと俺の首絞められてるやつ宣伝しろ。
置いときます、置いときます。そう、若干ね、ロイキャンがある人がおったのはちょっと残、あれだってね、もったいなかったなと思うんで、皆さん、トツ町行くときは、ノイキャンをすべて外した方がいいね。俺もね、トツに行くときはね、もうね、全部外しとる。もう、なんかもう、あれよ、あの、バッタの鳴き声とか聞こえてもいいから、やっぱね、音が消えるだけはちょっとね、もったいないからね、あの、ぜひぜひ参考にしてください。トツ町のときは、あの、ノイキャンを、ディスコードのノイズキャンセルをね、外したらね、いい感じになりますんで。これがあれですね、あの、閲覧注意の、首絞めボイスです。あの、俺が謝って首絞められるだけのあれなんですけど、バトルの聞こえてないか、別に。やべ、口な乾燥しとる、マジで。スズムシの鳴き声って言いたかった。まあ、ということで、今回は、皆さんお付き合いと、トツの方とトツね、来てくださったり、この配信をね、見てくださったり、広めていただいたりね、してありがとうございました。またね、まあ、普通に火曜日とかは普通に配信すると思うんですけど、雑談配信をすると思うんですけど、ぜひ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 、今後ともよろしくお願いします。定期的にこういうね、意味のわからん企画やると思うんですけど、ついてきてください。はい。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。どうせつごちん。